どうかな？どうでしょう？僕の声とか画像おかしくないですか？どうだろう？一応いけてるはず。よいしょ。どうかな？よいしょ。ああ、ちょっと待った。え、これ配信できてる？配信できてんのかな？ちょっと待って。あ、いけてる？あ、よかったよかった。いけてますね。大丈夫ですね。僕の声の大きさとか、大丈夫ですか？皆さん、こんにちは。こんにちはじゃない、こんばんは。あ、違う。チャットこれ、あれ？どういう風にね、配信されてんのか分かってないねんな、僕。これなんで遡られへんの？ちょっと待ってよ。ちょっと待って。なんでこれ？なんで？あ、いけたいけた。いけた。いけたけど。あれ？ちょっと、チャット欄がね。違う違う違う。なんでこれ？あ、これで。ごめんなさい、ちょっとね、先頭の方のチャット。見れないんですけど。ごめんなさい。ご挨拶できませんが。大丈夫ですか？変な感じになってないですか？ありがとうございます。お越しやすです。いけたいけた。だいぶ手間取りました今日ね。はい。本日は2022年の2月、あ、22や。23。間違えた。23日でございます。2022年2月。23日の配信です。昨日はね、にゃんこの日でしたね。すごい荷が並ぶ、100年に1回の日やということで、チーピーにもね、日本チュールあげときましたけど、猫お飼いの皆様はどうしたでしょうか。はい。本日はこの配信です。で、今日はね、その、左上に出てると思うんですけど、そのバラを透明水彩で描いていこうと思います。ちょっと待って、僕も元画像を見たいので、ちょっと設定させてくださいね。いやー、焦ったわ。また PC から配信してるんですけどね、これもちろん。なんかさ、あの、なんていうの？スマホの設定いじるところの画面じゃないわ、その、サーバーとね、この PC で設定したやつがリンクせえへんのよ。どこ行ったんと思って、僕の配信。ずっと探してて。よかった。ちょっと待ってね。皆さんこんばんは。ごめんなさい、ちょっと見えるところから。ごめんなさいね。リンさんこんばんは。ステアさんこんばんは。スイケンのテーマソングを聞こうと思った通知が来た。え？ああ、僕の通知がってこと。ありがとうございます。ごめんさんこんばんは。ギガさんこんばんは。あ、できてる。ありがとうございます。フーチーさんありがとうございます。こんばんは。ケスケさんこんばんは。どうもどうも。ちょっとなんよ、た僕。パニックってる。レモラさんこんばんは。ケイコさんこんばんは。ちょっと懐かしい。森目さんこんばんは。戦闘チャットの欄書き放題。そうなんですよ。なんかね、始まったら消えてしまって僕が見えないんですよね。その黒板洗いたい。黒板めっちゃ汚くなりましたよね、あの学校の時に。あの黒板消しクリーナーじゃなくて、雑巾で拭くやつがいてね。めっちゃ汚なってる時ありましたよね。呪術回戦見ながら、あ、どうもどうもリンさんありがとうございます。呪術回戦面白いですか？めっちゃ流行ってますよね、今ね。さっちゃんさんこんばんは、どうもどうもお越しやすです。チビちゃん書きました、ありがとうございます。またそれ投稿してくださいよ、あの、質問箱に。質問箱じゃない。何やったっけ？師匠箱。またよろしくお願いしますね。明日台湾カステラ作ろうか。台湾カステラって何？普通のカステラとどうちゃうのよ。なんか知らんけど美味しそう。こんばんは、カズさん。どうもどうも、こいしやすいです。部屋の模様替えですか？大変ですよね。途中で寝落ちする。あ、もう全然もう、疲れの時はお休んでくださいね。ありがとうございます。来ていただいて。部屋の模様替え大変ですよね。
顔が見えないわよ、チーピー見れる画面。顔いいでしょ、もう。まだ PC に文句言うところ、ほんまですよ、もう。文句だらけ。まあでもね、こうやって、やっと、僕の念願のこうやってね、見ながら、見ていただきながら書ける。しかもこのね、止め先生でバラを書く。ね、何やってるかどうかも、こう、一目瞭然っていうね。まあ、ありがたいから許しとこうか。漫画読みながら、何漫画読むのあれ、マグラスさんって。ちょっと待って、はい、書こうか。時間なくなる。ちょっと待って、ね。今日も、道具紹介ちょっとしておきましょうか。よし。ちょっと大きな画面に書かんとこれ入らんのちゃうかな。本日も。はい。このね、ホルベインの透明水彩。もうなくなってきてるんですけどね。透明水彩チューブ乾燥させたもの、使っていきます。これね、なんでホルベインなんですかって言うんですけどね。安いんですよ。コスパがいいんですよね。まあ、他のやつ使ったことないっていうのもあるんですけど、これやっぱりね、なんやろ、一本なんぼ300円から400円くらいで、全部絞り出しといたらね、かなり長いこと使えるので、初心者の方はこれでいいかなと思ってます。ちょっとね、高いやつとかね、ウィンザー&ニュートンとか、シュミンケ、あんなんはめちゃくちゃ高いですけどね。まあ、こだわりのある人だったらそっち買ってもいいかもしれませんけど、初心者だったら全然これで大丈夫だと思います。と、筆、各種筆ね。まあ、だいたいこれ、こんだけ余計あるけど、全部使い分けてるわけじゃなくって、最初にね、これで、柔らかくリスゲのやつで書いていったり、途中で、ちょっと形、しっかり書きたいときは、この、ホルベインのニューリセーブルでやっていこうかなと思ってます。で、まあ僕もね、日本画の筆も結構使うんですよね、こういう。面白い形でいるので、これで使ってみたり。あと、ハケですね。はい。これ持っていきやすいように僕が、こう切ったんですけどね。短めになった日本画用のハケ。これで、水引いたりしていきたいと思います。で、紙がやな、どうしようかな。やりたいこと見つかってね、自分が本当にやりたいこと分かって、今まで占いを勉強したのは無駄ではないけど。ん？占いじゃないの？全く違うことするの？嘘や。どういうことや。よかったね、でもね。柴田さんこんばんは、お越し合わせです。ありがとうございます。エミさんこんばんは、エローです。最初はそのまま慣れるまで。慣れるんかな、これ。まあ、徐々に慣れていこうかなと思ってます。ありがとうございます。春菜さん、こんばんはです。お越しやすです。メンタル心理学を学ぼうと思って、実践の練習もできるみたい。実践って何するの？なんか見てあげるの？誰かを。嘘。僕、心理学は結構興味あるんですけどね。なんか、対面で見てあげるとかちょっと恥ずかしくて要せえへんな。どうしようかな、今日。コットン 100% じゃなくて、これ使っています？これ、使ってないしな。全然。はい。ホワイトアトソン。使ってみましょうか。これね、僕割と苦手なんですけどね。あのね、ちょっと、なんていうかな、乾きが遅いので、初心者の方はすごくゆっくり描けるからいいと思うんですけど、僕ね、絵の具が動いてしまうっていうか、ガンガンもうどんどん描いていくタイプなので、ちょっと苦手なんですけど、ちょっと、やってみましょうか。ホルベインはいいみたい。もうバランス型ですね、ホルベインはね。長谷さんこんばんは、お越しやすです。今日も楽しく、ありがとうございます。キキカラー持ってるけど、ほとんど使ってない。それ使ったことないですね、僕ね。丸いやつでしょ、あれ。ちょうちんはミニミニがお好き。どういうこと？ミニミニがお好き。なんかちょっと語弊がない、それ。透明水彩全然書いてない。ジジョさん、でも、何やったっけ？何書いてた時やったかな？すごい上手いなと思ったんですけど、アジサイだったかな？難しいでしょ、でも透明水彩って。どうしようかな。まずじゃあデッサンからいこうか。焦るわ。今回はね、ちょっと、あれでしょ。透明なもんなので、あんまりね、鉛筆の線汚く残したくないので、H で書いていこうかな。僕、鉛筆線あんまりね、濃くなくていいんですよ。この、100均の H で書いていってみようかな。アクリルが始められない。そっか。岡村さん一回書いてましたよね。あれ、試しやったの。僕もアクリルちょっと
やりたいやりたいと思いつつね、なんかこの間の師匠箱を見てたら、結構ね、日本画を待ってくださってる方が多くて、ほんま僕も日本画に力を入れたいから描きたいんですけどね、どうしてもね、動画作れないんですよね。水彩画と違って、用意がたくさんいるので、撮れないんですよ、まず。どうしようかなと思って。本当は人の悩みとかを和らげてあげたくて占い勉強してみたけど、先に心理学で人の言動とかで見ていかないと思うから。でもね、占いってね、僕ね、セットやと思うんですよね、心理学と。うん。割と。だから同時に学んでいくの全然ありやと思いますよ。うん。洗い物を始められないし、初めて。ふまさん、ファイト。ファイト出さんなもんかな。わかりみ、ふかしです、ふまさん。マジですか。透明水彩絵の具始めたら画材がまた増えそうです。増えるでしょうね。まあでも、一番画材コンパクトにいけるのが透明水彩でもあるんですけどね。じゃあ、ちょっと、こっちで僕も参考画像を見て書いていきたいと思います。皆さんはね、その左上のやつを見ながら、僕がどういう風に書いてってるか、見ていただければありがたいな。でも、これ、僕、これしたかったんですけど、若干、ちょっと嫌なところもあって、見比べられるじゃないですか。ちょっとなんか、うまいこと書けへんかったなっていう時は、書けんなっていう名前かな。うまく書けへんかったなっていう時は、あんまりね、僕、元画像を見せなかったんですよ、実は。ずるっこしとったんですけどね。うん。これでも、いやでも、僕の今書いてるやつがずっと見比べられるという。まあでもね、最初に言い訳するわけではないですが、絵というのは、丸々写すのが正しいわけではないので、ちょっと違ってもいいんですよ。生き生きとしてればね。お菓子がやめられない。麻薬やな、お菓子な。ふふ。ママさん、私は洗い物頑張って笑ってました。偉いです、ママさん。ぼちぼち頑張って。ママさんには優しいな、みんな。生き占いできる心理カウンセラーって面白い。面白いでしょ、それ。っていうか、何やろう、心理カウンセリングを受ける感じで占いしてる人も多いですからね。聞いてほしいっていうか。そうなんですよ。全然ありやと思いますね。私はマスキングがビリビリになって怖いけど泣いちゃったから、やっぱそうなんですね。ちょっと弱いんかな、表面が。うまく聞きながらじゃないと誰もできない。それはわかります。暇やもん。数年前のバレンタインに心理の先生とカフェで待ち合わせしたの。何それ心理の先生。なんか言ってたの小川さん。バレンタインに何があったんですか心理の先生と。なんやん心をなんやん読み合いかいな、違う意味で。意味わからん。とりあえずはホルベン、やはりガッシュや悪意を使って。ガッシュね、エミさんいただいてますよ。今週またご紹介しますけどね。エミさんはほんとガッシュうまいと思います。ほんまにうまい。ちょっとまた、皆さんも楽しみにしててくださいね。金曜日。また陽気ね、いただいてね、また。ちょっと一回ね、行ったら、ガス抜きじゃないですけどね。皆さんも、なんていうかな。最初はこう、勢いで、こう、応募してくださったんかなと思って、落ち着くかなと思ったらね、結構同じぐらいのね、量いただいたんで、また長くなりますけどね、ゆっくり見ていただけたらまた、週末。ちゃんと今度はね、アップしますので、しっかり。またよろしくお願いしますね。モチーフをどう料理してデザインするかがいいですが、そう本当にそう、ハンナさん。僕がもし、だから、ね、この、これ通りに書けんでも、そういうフォローお願いしますね。木炭で書いて、顕著になるだけ、私を、絵はスクラップ&ビルドで描いてるけど、透明水彩とスクラップ。そう、スクラップできないですね。そうや、次女さんってスクラップのところに魅力がありますよね、確かに。消していくところ。あれがいいなと思っていつも木炭のやつを見させていただいてるんですけど。じゃあ、描いていきましょう。ちょっと、おしゃべりしながら。まあ、こういう配信なんで、あんまり、細かいこと気にせずに。大体半分のところは割り出しておきましょうか。一応ね。こういうシンメトリーな画材の時は、やっぱり、中心線大事。横も出しておきます。十字の線をね、いつもこう引いてる画家さんとか多いんですけど、これでバランス見てるんですね。だから大体この真ん中の線引いといたら、真ん中のどの辺にこう、花瓶の大きさを持ってくるかなと。大体ね、花瓶がね、今ほら左見ていただいたらわかると思うんですけど、花瓶と花のその、割合、大体半分ですよね。ちょっと花瓶が大きい感じしますけど。だからこの半分の位置のとこが花瓶の、一番上のところでいいんですよね。大きく当たり取っておいて。まず花瓶からやっていこうか。
で、中心線引いてあるから、この花瓶も、ね、こっちとこっちの面積が等分になるようにやっていったり。なんかね、最初って真っ白の画面やから、ね、描くの怖いんですけど、徐々にね、こうやって、描けるとこ、なんか数独みたいなのと一緒ですよね。最初はほんま何が何やら分からへんけど、どっか一個こう、なんかこう、ヒントを見つけたら、そこからグイグイやっていけるっていうか、僕数独大っ嫌いなんですけどね。意味分からんから。全然嫌いなんですけど、でもなんかそんな感じないなと思います。一個分かってったら次が分かっていくし、みたいな。声花瓶書いて、ちょっと余白も大事にしたいからな。どうしようかな。ほんま言うたらこれぐらいあるんですよね。花の割合が。上がえらい余白なくなるから、ここら辺が最長部にしたいな。ということで逆算して考えていったりして、ね。花も大きく見て。そうやな。ちょっと花、花瓶ちょっとちっちゃくしようか。でやったら、さっき消さんとさ、消す前に、よし。修正線を書いて、消していくと。比べながら書いていかないと。こんなもんにしとくか。そしたら余裕もあるんじゃないか。だいたいこうなんですよね。中心やな、ここが。花、ここら辺の。花もなんかこうね、結構、絵描いてる人って、多分ね、例えばバラを描いてる時でもバラを描いてる感じじゃなくて、固定観念を捨ててるので、ほんまに大きな塊、なんか、ね、くしゃくしゃっと丸めた紙と同じような、同じ、くしゃくしゃっと丸めた紙を描いてるような感じで、何言ってるかわからんけど、バラやと思って描いたらね、バラやなって思って描くと、こう、バラってこういう形やし、コマは丸いしって思ってしまうんですけど、それやってしまうとね、しっかりした形が追えなくなる時があるので、モチーフは何であれ、そういう形のオブジェとして見ていくことも多いと思います。だいたい大きな、タイトルできますね。こんな感じかな。どうですかね。そしたらこれを細かくしていくわけですよ。ちょっと、チャットもやって読んでいこうか。どこやろ。あたらあたらないより話聞いてほしい人多いんじゃないかって思う。良い結果なら嬉しいんだろうけど、恋とかの悩み。あ、そうそうそう、そうやで、ほんまにそうやと思う。だからあたらあたらんっていうか、その時話聞いて、なんかこう、なんやろうな。目標が欲しいんですよね、人生にね。こうしたらいいよとか言ってもらえると自信つくし、自分の中で答え分かってても、そうやでって言ってほしいですよね。そっち大丈夫やでって。学生時代にお世話になった心理学が専門の博士に普通に会いに行ったんです。普通に会いに行った。要はバレンタインですが、お気遣いなくて言われて本をプレゼントしました。すぐ帰りたそうにされました。それ、どうなんやろ？そんなことないんじゃない？そう思うだけで。何の本をプレゼントしたんですか？呪術廻戦見たことなかったけど、たまやってたから見てるけど、面白いでしょうね。だって、あんだけ世間を巻き込むって絶対面白いですよ。今、鬼滅よりも、呪術廻戦と言ってもね、子供たち。ゴディバのクッキー焼いてた。え？ゴディバのクッキー焼くって何？ゴディバの生クッキーがあるの？それを焼いてたってこと？どういうことリベイク？何の本か気になる。僕も、クッキーもあるんです、ね。応募作品書いてる。あ、マジですか？僕のやつってことですか？かな？そうやったら嬉しいな。ホワイトアートソン氏だと、リフティングはかなり、そうなんですよね。確かに。そっか、スクラップもでき、そうやね。でも、ジョジョさんのワイルドなスクラップはちょっと難しいかもしれませんけどね。ぼやっとしてしまうから、水彩だと。できんことはないんですけどね。今日始まりなかった。お前そうやね。ちょっとだけね。数学得意、マジですか？ハルアナさん。数学得意ですか？数学っていうかなんかその、リズムで考えていくやつ、僕めっちゃ嫌なんですよね。山村さん予想通り。何やった？何の予想やった？一時期の暇つぶしずっと数学やった。すごいですね。みんなできんねや。女の人の方が得意なんか。僕全然ダメ、あれ。くしゃみ、くしゃみ、光。何や。早かったよ、原写水。何やった？
数値分かりやすい。何した？何やった僕。めっちゃ嫌や、そういうなんか、思った通りになったね、みたいなこと言われた。大嫌いやね、僕。何やった？何やらかしてもらった？透明水彩はエスキースとかイメージドローイングで使うくらいに。そうですね。それもありやと思います。楽、手軽なのがあるので。そうですね。あんまりなんかこう、馴染まない画材使っても良くないと思うので、それでいいんじゃないですかね。うん、僕も、ほんま言うたら水彩得意じゃないです。既成概念にとらわれずに見たものを描いてる。そう！ほんとその通りです。だからバラを描いててもバラだと思わないことが大事ですね。描いていただきたい一枚の風景写真の同じく芝生をくればいい。そうですね。はい。もし多ければ、ちょっと時間の都合上なかなか描けなかったりあるかもしれませんけど、そんなんもいいですね。本当に自分が撮ったやつとか、著作権の大丈夫なやつやったら大丈夫です。はい。嬉しいですね。そんなんもしていただけたら。自分の本当の望みがわかると楽を叶うことは当然のこと。そうですね。確かに。そこを分からせたいから占いに来てるのもあるかもね。うん、爪将棋と数独は頭の回転良くなる。ああ、爪将棋もしたことない。僕、将棋が分からへんな、うん。今は売ってない画集的なやつ。すごいやん！めっちゃなんかおしゃれ。画集プレゼントとかさ。めちゃめちゃ、なんや、なんやそれ。ええ女プリを見せつけてんのか。いいね、なんか画集プレゼントとかおしゃれ。技術の心理学を学べるみたいだからやりたくない。あ、そうなんねん。話したくない人のためにで、エアコラージュでその人のところ。あー、なるほどね。なるほど、なるほど。それ絶対ありますよね。絵とか、あとね、僕のね、僕行ってないんですけど、引きこもり支援学級に僕も行けって言われたことがあって、ちょっとだけ行ってたんですけどね、そこはね、毎日、朝にね、箱庭って暮らせるんですよ。箱庭って言ったらいいかなんて言ったらいいんやろ。なんか玉砂利とか、なんかいっぱい石とか置いてあって、その日の気分で自分の中の心の中の庭を作る。なんか引っかいてこう、ほら、門つけるやつあるやん。あれのミニチュア版庭やってはるやん、お坊さんとかこう、ね、流水を表す。枯山水っていうのか。あんなのミニチュア版をね、作らされてたけど、あれを見て、なんかちょっと心理学できる人が、秋は穏やかそうやね、とか言ってはった。うん。なんかだから、自分が作り出すもの、アウトプットするもんって、やっぱり少なからず精神って入ってるんじゃないかな。絵とかもちろんそうやけど。テレビとか見る集中力がなくて、数読ばっかりやって、数読の方が集中力いるやん、でも。僕、テレビも無理ですけど、数読なんか絶対無理です。没頭できるもんって何やな。パズルとかやったらできるかもしれんけどね。数読って無理やな、なんか。どうしていいか分からない。まあ、ルールがちょっと分かってないっていうのはあるんですけどね。家帰ったら荷物切ってて、開けたらゴディバのチョコレート。あ、なんかツイートしてたよっちゃん、それ。違ったっけ？誰からもらったの？それ。嬉しいね。ゴディバ。とんでもない。なんなん？めっちゃ気になる。クランチとラズベリーのチョコレートにし、いいな、ラズベリー僕好き。ベリー系好き。ゴディバのクッキーを下請け工場で焼いてたってこと。あ、そういうことか。はいはい、お仕事でってこと？それ全然良くないやん。自分で食べるためじゃないんか。どういうこっちゃ。実際外周、紙袋に入れてったら紙袋は返された。マジで？え、それちょっとだけ言ってるじゃないそれ。紙袋。それを持って帰れよ。心が出てくるから、ね、作品。そうそう。ほんまにそう。枯山水の箱にはそう。枯山水のワードが出てくるのは、松鎮先生。そう、枯山水。そうかな。マリオペイント持ってるときに必ず農場の絵を描いてる。農場？なぜ農場や？あ、でもだからなんか心理学的になんかあるんじゃないかな。あるらしいよ、なんかいろいろ。そう、無意識のときに描いてしまう絵とかね。うん、あ、シュウさんこんばんは。ご幸せです。ありがとうございます。え？爆笑してしまった。何に？そうそう、内緒。なんなんめっちゃ気になる。やめてっす。はい、じゃあ帰っていきますよ。じゃあどうしようかな。糸口をちょっと探っていこうか。髪の高さでもここがいいよね。やっぱりね。そしたらここちょっと強めに描いてみたりして。あと、花瓶の角度ですね。ここでちょっと合わせてみよう。こう。あ、でけへん。この角度でだいたい来るんですよ。あ、チータン来るん。チータン来るんかいな。チータン今日は、洗い物してると思ったよ。あ、してると思ってなかった。いや、思っといてや。思ってない。してないやろなと思う。はい、残念ですか。チータン。チータン切ったん。今日はな、チーカメがないから、ここで打つよな。はいはいはい、チータン切ったん。
よしよし。昨日あれやったな。スーパーニャンコの日やったな、チータン。チュール2本食べたやんか。満足満足。なあ、チュール2本。あんた、チュール2本食べるのショックのおかげやで言うとくけど。なあ。あんたが外におったらチュール1本たりとも食べられんかってね。これは一重に翔くんが粉ミルクであんたを手なずけてチュール食べれる大きさまで育てたからや。わかってんのか、チータン。かわいいな、お前。はい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 。ちょっとチータン邪魔やわ。うん、チータン邪魔。ん雪の宿参考成果って火事になったんだっけ。そうやったっけ今日あったから買ってみたけど。え、そうやったっけチータン。スタンプを使ってたんだけど、さっき石とか草とかを飲んでおく。あ、なるほどね。スタンプで書いてる感じか。あ、コウジさんこんばんは。お越しやすいです。この間ありがとうございました。素敵な作品。また送ってくださいね。ん延長じゃない。あ、ちょっと動かしたから。もう一回入れ直して。チーターの目コナミルチーターチュールそうなんですよね。チュール2本食べました昨日は。贅沢してみんなコナミルかい。この当たりがまっすぐ引けない。あ、当たりね。当たり僕もまっすぐ引けなかったですけど、腕をね大きく動かすとこうロボットみたいな動きして動かすとまっすぐ引けると思いますよ。僕もまっすぐ線苦手でしたけどね、日本が得意になってからね、得意になりましたね。だから書けたらちょっとずつ形を細かく書いていきますね。今日はね、透明なんですけどね、なんていうんだろう。コントラストがね、まあ、光の当たり方によって、もうガラスって全然表情変わるんですよね。で、今回のこの画像はね、多分ね、真正面から光が当たってるので、後ろに影が来てるから。ちょっとね、コントラスト低いんですよ。だからガラス感を出すのが非常に難しいと思うんですけど、ちょっとね、頑張ってみましょうか。頑張ってみます。頑張ってください。洗い物は頑張るもんではないですよ。普通にやるもんですよ。はい。お願いします。おまかいな。適当に返事し腐ってるの。ここら辺に葉っぱが来てるのかな。ここら辺からちょっと、しっかり形を追っていってもいいかな。ここまではもう、大きな塊で描いていってもいいと思うんですよ。にゃーん。にゃーん。チーター何してんの？あれさ、せんといてや、それ。こんな感じかな。で、この段階やったらまだなんぼでも直せるので、直すんやったらこの段階ですよね。もう、強く描いたり、絵の具をひとたび入れてしまうと、もう直せなくなってくるので、この段階で直せるときは直してください、ね。もう途中で、もう絵の具いっぱい塗ってるのに、あ、ちょっと形おかしかったなっていうのはもう直せないので、それはもう味というか、そういうもんとして描いていくのは。あんま気にせずに。直せるときはこの段階で直していった方がいいですね、でもね。ちょっと横幅、大きな。と思ったら消して。どっから見るのも大事ですよね。ちょっと長辺を変更しました。ここら辺やな。初めてのライブ見れました。ありがとうございます。先日の絵の紹介を。いや、こちらこそです。ありがとうございます。またお願いしますね、本当に。昨夜赤、もらったか。赤ワイン1本開けたら2日。1本開けたんですか？ 1 日で？ 1 人で？それはどうでしょう。あ、そっか、昔は強かったのに。ねえ。結構、加齢によって上手くなるとか言います。僕ね、元からそんなお酒飲む方じゃないので、弱くなってるかどうかもわかんないんですよね。元からそんな強い方じゃないし。ワインは酔うよ、でも。一本開けたら一人です。ペースにもよるけど。ワイン結構好きな方ね、小川町さんとかもワイン好きですよね。
ワインのね、美味しさがね、ちょっとお邪魔やからまだ分からへんねんな。どっちかやったら白ワインの方がまだ飲めるんですよ。あの赤ワインがね、あの渋さがね、あれがええんやろか。あれがええんやな。なんかね、スパッてなるんですよね。渋酸っぱいというか。もうちょっとこっちやな。中学生の頃、児童心理学の本読んでたのは、すごい子供の解体でその子の家庭の状況を知る。ああ、そうなるんですね、やっぱり。なるほど。聞いたらよかったね。勉強したら、きっと小学生の時の私の心理学科です。あ、わかるやろね。うん。すごい面白い。面白いのかいいのかわからんけど。ここ、ラブハッチさん、どうも、こんばんは。久しぶりです。写真変わりましたが、ここ、あ、ココさんね。あ、誰かなと思った。ちょっと、今ね、お久しぶりですって言いながら誰やったやろなって思ってたんですよ。ごめんなさい。誰やろって言うのもあれやな。お久しぶりって言った反応にあれやなと思って、ずっと嘘つきました。ココさんね、ありがとうございます。来ていただいて。仕事一段落して、昨日からまた参加。あ、ありがとうございます。嬉しい。お仕事、大変だったんですか？ご自愛くださいね。私も自分の猫を飼いた、急いでチーピちゃん、コラミルクのチュール生まれてよかった。ん？あ、急いで、ああ昨日のね、ニャンニャンの日。フレブルちゃん？ん？フレブルちゃん？なんやない、フレブルちゃんの今、拡大模写しなきゃいけない作品があって、夜も寝られないふうな悩み。拡大模写、あ、マス目引いてやってるんですか？何、お仕事ですか、それ。子供が一番素直に出るか。出るよね。ちょちん先生、目細めてます。なんでわかるんですか？なんでわかるの？顔映ってる？メールカウンセラーを目指して。メールでカウンセリングするんや。バラうまく描けない。僕もそんな得意じゃないんですけどね。うん。ワインの匂い。そう、ワインの匂い。いいですよ、ワインの匂い。今さっき開封しました。マジですか？うまうま。小牧さんめっちゃワイン好きですね。私もワインは白。僕もそうなんですよ。癖ないじゃないですか。うん、昔は3本は、マジですか？白の方が好きで。すげえ！やばいじゃないですか、よ、3本って。一人ででしょ。ワインレッド赤しかない。マジですか？あ、結構割れるんですね。よかった、覚えてくれて、今一緒に。あ、ありがとうございます。一緒に書いてくださって。嬉しいです。ワインは食べ物に合わせて飲むと美味しさがよく。なんか腹立つな、ジオさん、それ。めっちゃなんかワインつぶってません？僕に。ワインマウントかけてません？なんか、食事に合わせてとか。どうせ納豆しか食べてへんやろ。失礼。納豆にも失礼やしな。納豆とも合うかもしれんしな、ワインな。うん、なんか何ワインって言ったらなんか、何が合うんですか？なんかフランス料理？僕そんなん全然わからへんわ、ワインに合う。なんや、リッツパーティーかい。何が合うんやろ、赤ワインって。赤ワイン、白ワイン。なんか生ハムとか合いそうですね。生ハム。メロン巻いたやつ。メロン生ハム。生ハムめっちゃ食べたならへん、たまに。夜中とか。あと、スモークサーモンとかめっちゃ食べたならへん。ああいう系はなんか合いそうやね。スモークサーモンとか、ハムとかね。スモーク系合いそう。バラ書いてるけどね、もう、輪郭だけですね。で、絵の具のね、にじみとかで形取っていこうかなと思ってるんです。なんとなく形になってきたかな。あの、重要なとこだけしか書いてないですよ、僕。ほんまもっとこう花びらとかぐちゃぐちゃっとあるんですけど、それをね、絵の具でやっていこうかなと。ただね、今回もね、発色がすごくいい赤っぽい絵の具じゃないわ。花なので、これがまた難しいんですよ。この色はなぁ、もうほんまに、なんでこれ選んでしまったんやろって、ちょっと若干後悔してるんですけど、うまく描けるかちょっと自信ないです。
この色はね、難しい。だから、水彩って何回も描き直しできるとかも言いますけど、結局絵でも何の絵でも、一発で描いたその良さを残した方がいいと思うんですね、油絵でも。あんまやっぱコテコテやるとね、勢いつけて描いた線とかも潰れていくし、絵の具の広がりにじみとかも濁っていくので、直せるのは水墨とか日本画に直せるんですけど、やっぱりいい絵を描こうと思ったらね、一回で適切な濃さ、それから量の絵の具量、塗っていくとかいうのすごい大事だと思うんですよね。もうちょっと上やったね。ちょっと待ってな。デッサンよーく見んとあかんからね。ここら辺かな。割と押しつぶされた形で花が生けられてますけどね。こんな感じなのかな。はい。ここまで描けたら、一遍ね、ちょっと見づらいと思いますけど、あ、最初に描いたこの、絶対いらないこの基準線とかを消していきます。こういうところが汚くなるんで、基準線を消していって、今度はね、ちょっと濃いめの鉛筆、これ何 B や ?6B ちょっと濃いな。まあ、いいか。これでね、大事なところだけ書いていきます。何時今大丈夫 ?10 時大丈夫やな。ココちゃんってウレブルちゃんの名前、あ、何してんの？そうそう、僕の好きな YouTuber さん。うん。あ、そっか、Twitter やろ。そう、可愛いね。で、ココちゃん。見てあげて、ココチャンネル。めちゃめちゃ可愛いね。サントネージュのリラってやつ、安くて甘口飲みやすいし、度数少ないです。8%。8% でも少ないんか。ジュースの延長。それはないわ。8% やで、でも。人前出るのはさすがに苦手。あ、そっか。でも、ズームとかはどう？メールとかじゃなくて。やっぱね、メールだとこうワンテンポをこう、ね、クッションがあるから、スムーズにいかないじゃないですか。ズームやとこう話してる感じみたいにできてて、ズームの占い結構こうなってますよ、ね。うん。ワインレッドの心を歌って。消えそうに燃えそうなワインレッドの、あなたはその、何だっけ？透き通った瞳のままで。はい。僕いまいち歌詞知らんねん。お酒飲めない。でも、チューハイとか飲めるでしょ？ホロ酔いとか。ホロ酔いとかって全然飲めるよ。うん、あれでも結構、ジュースみたいからガバガバ飲んでもって割と来る時あるけどね、あと。あ、チーズか。チーズや、ほんまや。ファインマウント。なるほど、チーズやわ。在宅ワークを目指して、とにかく年金保証を払えば文句はないから。あー、まあね、そうやね、うん。ナッツとチータラ、砂丘チーズのスモーク。スモークやね、やっぱね。赤は肉、白は、魚料理でも。ああ、なるほど。肉と魚か。うん、酒は飲めない人はつまらないって言われたことあるけど、関係ないやんって思う。ああ、それ言うよね。それ知らんから、飲む人からしたらって話やからね。こっちからしたら飲む人の方がつまらん時あるけどね。同じ話ばっかりするし、飲まれてる人全然面白ないやん。同じ話ばっかりするからな。ジョーさんはジョージアの陶器のワインのイメージを。ジョージア。アマゾンのバットにずっと入れてる。ジョージア。あ、なんかあるんか、そういう有名なやつが。ワインは以前飲んでましたが、お酒を飲めなくなり残念で。あ、そっか。なので、ワインのストックはあります。30年もの、すごい。すごいんじゃないですか、それ。何年ものとかでもあるんでしょうね。なんか高いやつとかあるでしょう。うん、古ければいいっていうもんじゃないらしいですけどね、なんかね。うちの父親、お酒は滅多に飲まないけど、赤玉ワインって何？にコーラ混ぜたのは、コーラ！何それ、それ、そんな飲み方があるんですか、普通に。お父様の、何それ、発案あ、ひよこ金魚さん、こんばんは。お越しやすいです。ありがとうございます。こだわりが多いのは日本人だけ。あ、そうなのかな。チーズと飲むのが好き。あ、やっぱチーズか。
歌上手い人ってなんか魅力的に思えるし、そうでしょ、僕魅力的でしょ。わけあって今日はすでに部屋の中、あ、わけあって部屋の中っておかしないですか。紀藤さんこんばんは、お越しやすです。ノンアルな、ノンアル美味しいないやん、でも。あれ飲むんやったら僕いらんわ、ノンアル。ノンアル？まあ、最近は美味しいんかな、でも。どうなる？美味しいっていうか割と近いんかな。あ、歌声すげえありがとうございます。ネガイさんこんばんは、お越しやすです。ありがとうございます。え、ドクターストップ？コメさんが？嘘や。ほんまに？え、どういうこと？カズさんが？どっちや？昔バイト先の5年間のカラオケでおばあさんがメスうまくて見る目変わった。あー、僕もでもね、割とうまいって言われるんですよ。で、カラオケ行ったらね、割とね、モテるんですよ。嘘。っていうか、女の子と行ったことない。いつも野郎ばっかりやったと思った。なんで飲めないのってなんでし、ん？なんで飲めないのなんでってしつこく聞いていったやつもあるし。なんでってね、嫌いや、これ。嫌いっていうか、飲むし浮かないのもあるけど。お酒飲まない人はつまらないとか言っちゃう人の方が絶対つまらない。絶対そうやね。絶対そう。さすがに一度飲めない。あ、ほんまにそうなんや。コメさん。あ、そっか。血流用なるもんね、お酒飲んだら。ドクターストップなんや。キトの兄貴がリュック背負ってないだって。そんな、キトさんのデフォルトがおかしいな。あ、ちょっと、はい、はい、書いていきます。濃い鉛筆に持ち替えて、今度はね、大事な部分を少し濃いめに書いていきますね。例えばこの、花瓶の底のとことかね。このね、対比をね、濃く書いてあげるのが、花瓶をうまく書くコツなんですけど、ちょっとあの対比感が出てないな、これ。まあでも、玉木浩二さんでもやしてけど、あの人はうまいですね。うまいけど、すごい歌い方が、昔あんなんじゃないかったやけどな。ちょっと昔の方が良くない？いや、今の歌い方も素敵ですよ。素敵やけど、なんか、なんやろうな。なんでああなってしまうやな、みなさん。だそれを思ったらね、我が小田和正さんはすごいなと思うんですよ。まあ歌い方は全然違うんですよ。違うけど、そこまで変な癖出てないの。もう、松山の小さまとか、あの、長渕藩とか、もう、絶対ちゃうやん。思わへん。笑ってまうときが、アスカさんとかね。まあ、それはそれで魅力的なんですよ。魅力的なんやけども、なんかもう、昔の歌い方の方が良かったって思うことも正直あるね。うん、だって絶対違うもん。あの、何回も言うけど、ほんまあれ聞いて、何やったっけ。あ、でも出てきになった。あの安全地帯のさっき言ってた。玉木浩二。玉木浩二さんのあの、君が代を聞いてよ。YouTube でも上がってると思います。あれはね、なんか玉木浩二やからすごいって言われるけど、君が代っていうかさ、ちょ、聞いてほしいわ。飲んだら出血する可能性、ああ、やっぱ血良くなるのか。それはあかんよね。体から温かい液体が出そうになっていた。体温かい液体。何やろな、いろいろあるからな、体から温かい液体。この間、玉木浩二賞あったみたいで。あ、なんかツイッター出てたね、YouTube で見た。悲しみのスパイって曲、歌詞ユーミン作曲玉木。すげえ！すごいコンビや。すごく上手くて痺れた。へぇ。歌上手い人や、絵が上手い人かっこいい。あちゃんと、あの、顔もカバーできますそれで。ワインレッドシーナーリンゴバージョンでやります。あ、そうか、エミさんがやるってこと。すごい。シーナーリンゴもワインレッドの歌ってるんやったっけ。お酒飲みませんが、猫柄のワインラベル集め、集めてるんですね。中身のワインは、兄に飲んでもらったり、料理に使ったりし、なるほどなるほど。料理、でもワイン使う料理ってすごい洒落てますよね。使ったことないね、料理。とはいってもドクターストップなくてもさっきも、あ、飲まない。今の方が痛まない。マジですか？嘘や。僕はね、安全地帯の方が好きなんですよね。なんか、うわーって言うやん、あの人。あんなんちごたやん。君が代を聞いてえな。
普通、な君が言うたら、君が、やんか。もうそういうレベルじゃないんですよ、あの人。もうね、リズムはもう彼の中ではないんですよね。君が言うの。君が、あ、よ、おわ。あれ、なんかどっか球場かどっかで歌ってたと思うんだけど、なんか、観客もびっくりしたと思うけど。え、何が始まったんみたいな。普通、なんか、君がーって行くと思ったらさ、君がいや、いいんですよ。すごくね、魅力的やと思いますけどね。なんかでも安全地帯の時の僕は好きかな。まあ、歌にもよるな。今のだから玉木さんが作ってる歌とかは、今の歌い方が合ってるかもしれないけどね。あ、今ちょっとあの輪郭のポイントのところだけ濃くしていってます。あの全部は書かなくていいですけど、ちょっと薄かったらちょっと絵の具でやっていくときに、ちょだいぶ時間経ってしまってるので、わかりにくくなるときがあるので、ポイントポイントちょっと、ライン決めていってますね。まあ、大きいシルエットで掴んでってるってことです。まあ、あくまで僕のやり方なんでね、もっとすごく細かくデッサンする人もいますし、なんやったらもっとデッサンしない人もいるし、それぞれやと思うんですけど、僕中間ぐらいかなと思うんですけどね、めっちゃ描く人と描かへん人と。こんなのでやっときましょうか。どうでしょうか？今の段階でおかしいとこないですか？こんな感じでいいんじゃない？はい。これ以上描くとね、ちょっと、うるさくなってしまうので、やめときましょうか。はい、じゃあ絵の具で描いていきたいと思います。ちょっとコメントにどうか。1時間で描けるかなと。玉木浩二の癖をみんな、すごい上手い言うけど、正直そんなに好きやな。そうですよね。いや、まあ、ファンの人からしたらどうなのなっていうのがちょっと気になるところですね。昔からのファン。キトザくんくん。誰や TikTok フォローしてくれた人、どうせ公開アカウント。TikTok 全然わからない。非公開の人からもフォローされるんや、TikTok って。ちょっと怖いね。悪口。いや、悪口じゃないよ、全然。悪口じゃないよ。うん。しょちゃんで昔の方が、そう、昔の方が好きっていうだけで言うと、悪いとは言ってないですよ。うん。あ、もっかまたりさん、こんばんは。ごしやすです。今日はバラよりお酒の話。そうですよね。リザーブとだるま、氷がコップの中でコロン。琥珀色の中の氷。綺麗やったな。リザーブって何ですか？リザーブってお酒があるの？なんかあの、ね、氷の音がいいですよね、お酒って。ひょちんさんは感覚、マジですか？ありがとうございます。僕、でも絶賛、なだぎたけししと言われてますけど、大丈夫ですか？なだぎたけししが、あの、抱かれたい芸人なんだのに食い込んできたことないですよね、でもね。お母さんだけ呼び、あ、お母様飲むんやん。お父さん飲まへんね。歌い方の癖。いや、僕の癖じゃないんだよ。これほんま、聞いてって。ほんまに。君が、よ、おば。あかん、笑ったあかん。めちゃめちゃ怖い。ちょっと、玉木さんのファンに怒られそう。いや、いいんですよ。すごく良かったですよ。今日びっくりしたっていう話です。じゃあ、塗っていきたいと思います。まず最初に水で、バーっといきたいので、どうしようかな。僕ね、これ一個思ってるんですけど、赤と緑って反対色なんですよ。あのね、オレンジ色の色とこの緑、葉っぱの。これが混ざり合うと非常に汚いので、先にね、あの、きれいなこのオレンジをぶわっとにじませて、一回乾かしたろうかなと思うんですよ。一回あの、なんか、虎の描き方でしたっけ？模様がね、黒に混じってしまうと汚くなるので、一回乾かしてから、もう一回水引いてやりますみたいなことしたと思うんですけど、あの方式でいこうかなと。まず、最初に水は大事なので。これで、最初に花のボリュームとか、あ、あとバックやね。バックは絵かやっといたら一緒に。バックとじゃあ花のボリュームをちょっとつけていきます。みっちゃんさん、はじめまして、どうもどうも。押しやすです。絵が上手くなりたくてちょくちょく YouTube 見させてもらってます。わかりやすいし、関西弁、ありがとうございます。関西弁聞きやすいですか？ありがとうございます。なんかね、僕ちょっと説明するの下手くそなので、動画やとね、あのテロップで、下に出てるテロップで、ちょっと説明はしてるんですけど、
あのね、言葉でうまく伝えるのがめちゃくちゃ下手くそなので、分かりにくい時もあるかもしれませんが、よろしくお願いします。ありがとうございます。生放送なんか特にそうなりますね。あの、優秀な、僕の翻訳家の方が何人かいらっしゃるので、ちょっとその人に頼りつつ、ちょっと言うて、今の僕の言いたかったご説明してとかやってやるんですけど。はい、今、レモンイエローを取りました。あ、なんか色の混じってる。綺麗にしとかなあかんねん、だからこれ。だから綺麗にしとけっつって。黄色に濁りやすいからね。レモンイエロー。レモンイエローじゃないわ。何だったっけ、これ。パーマネントイエローライトや。これ透明感がある黄色です。これと、バーミリオンヒュー。これ混ぜます。バーミリオンヒューはやや、不透明度があるので、あんまりちょっと混ぜ込まず、こんな感じの、黄色によって、黄色、どっちかやったら黄色寄りのオレンジを作りますね。これで、下地やな、この、鼻の。鼻の下地の色を塗っていきます。まあ、僕のやり方なんで、本当に参考だけにしてほしいんですけど、いろいろやり方あると思いますが。最初に黄色いってみようかな。で、ここに、乾かないうちに、バーミリオンヒューと、何やったっけこれ。カドミウムレッドやったかな。ちょっと、色名簿苦手なんで、ちょっとお許しください。要するに赤です。赤を混ぜたやつ。影をよく見てね、ここら辺とかほら、真ん中のところより色濃いですよね。こういうところにちょっと滲ませながら、まだこの段階ではちょっと大きく与えておいていきますね。僕の方とかもうちょっとこうしようか。これはね、滲んじゃっても大丈夫。むしろこう滲んでブワーっといってた方が、後々綺麗やと思うので、こことかちょっと濃くいってみようか。目をちょっと細めて、大きな塊で見ていきますね。こんな感じかな。で、やっといたら、ちょっと乾いてきたな。バッグをね、花瓶の周りだけやろうかなと思うんですよ。なぜならば、また言ってしまった。なぜならばってよう言うなって言われたんやけど。この色使おうか。これええ感じの色やん。取っておいたわけではないんですけど、ええ感じの色やったんで、これを。このね、花瓶をね、前に出したいんですよね。だから後ろにこういう色があった方が、都合がいいんですよ。この画像を見たら真裏に影が来てるんですけど、それだと面白くないので、こっち側に影を、ようけつけましょうか。水たっぷりでやっていきましょう。ちょっとえらい下に来ての、こう、流してみたり。最初の段階遊べると思います。かなり。かなり声とか下に来てますね。ええんちゃう？あとで濃い色を入れたらね、わからなくなるんですね。ちょっと茶色とか、加えて。これはセピアかな？花瓶の後ろもちょっとあってもええんかな？で、ちょっと青っぽい色も欲しいな。あ、オペラないんかな？ちょっと紫っぽい色も作って。花瓶の重さも出しておきたいね、こう。ちょっとこう流してみたり。花瓶の方に行っても大丈夫です。ちょっと怖いですけどね。一回乾かしてみようか。あ、めっちゃコメント来てた。ん？しょうちんは懐かしい歌い方を歌ってほしいだけなの。懐かしい歌い方。どういうこと？これ切っていいかな。ああ、そうなっちゃうか。ちょっと待ってな。コンセントね、
刺すとこなくなるな。ちょっと一回、ちょっとうるさいですけど。ドライヤーやってみます。秘密基地で好きなことをしてる暮らしを、暮らしをしてるイメージをしてる。もういいやんか。サザンのクワッタが君が良かったら、あ、なかったかな、サザン。結構いろんなアーティストが割と君が良って歌ってあって、面白いですよ、見てると。みたいな歌もあったの。今回ね、枠にね、マステ貼ってないでしょ。これには理由があるんですよ。なぜかというと、マステどっかやったんですよね。どこ行ったと。ちょっとエラー下に来すぎてるので、ちょっと取ってあげようか。濡れてる間やったら、こう、汚く残らないので、こう、取ってあげたい。バック薄く、薄い感じがええかな。もうちょっとボックスを。なんかね、自分の絵ね、色に頼りすぎてるなって思ったんですよ。いろんな人の絵見てて。だいぶバック薄くてもね、厚みって出るんやなと思ってから、ちょっとね、控えてるんですよね。ここら辺とかグラニュレーション起こしてますね。勝手に名前をメンションしてくれて、ああ、そんなんあんねや。ツイッターでもあるよね、メンションってね。何かなって思いますよね。バグ見たらカビの中身なんというか結構しんそうです。だからそれが難しいと思うんですよ、逆に。お父さん、あれ、あ、アレルギーなんや。それは大変。好きではないんかな、さっき。赤が混じってきてる。こうね、ドライヤーの当て方もね、大事です。この絵の具をもう操るように。あ、カラリマナさん、おばんです。お越しやすです。昨日はスーパー、あ、そうなんですよね、こちらの日。そうなんですよ。小さい色鉛筆の会に商品が猫につけたらよかった。それ喜ぶ人いないですからね、やってもいいですけど。喜んでくれたらいいけど。あ、こっちで充電したらいいか。ちょっと待ってね。もうね、あれがないね。てんやわんやになります。充電できるとこがなくてですね。ちょっと待ってね。こっちに挿したらいいか。どっか空いてる？よいしょ。これでいいか。ちょっと待ってよ。よいしょ。こうしたらいいかな。よし。ちょっとここやらしい。あ、明日休みなんや。よかったね。よかったよかった。玉木浩二は昔もいいけど、デュエットしてるのがまた、あー、目立ちすぎずフォローにもあるのに一人で歌う。そう、だからでも、玉木さんの歌唱力って、ほんまにあの、アーティストが一番上手いって、結構言うんですよ。だからほんま上手いのは上手いですよね。確かに。トマちゃんがお母さんにギリギリ使うのが嫌い。何をまた要求してるの？課題じゃないの涙、はは。何や急に。何や急に。もちろん一人で歌ってる時も好きだけど。まあ、かっこいいよね、なんかね。いい顔するよね、皆さんね。アーティストの人って。まだ入り豆あったから、今日も入り豆の炊き込みご飯。あ、美味しそう。入り豆って炊き込みご飯できんねん。なかなか怖くないな、これ。これがね、苦手なところでもあるんですよ。コットン 100% はすぐ乾くんですけどね。乾きが遅い。その分、割とこう自由に
時間かけて書くこともできるので、意味はいいんですけどね。僕、これがちょっと若干相性悪いんですよね。玉木浩二ラブね、レモングラスさん好きなんですよね。バラ塗ったら削ったりする。どうやろう、ちょっと場合によりますね。あんまりしたくないですけどね。僕、あんまりね、リフティングはね、好きじゃないんですよ、ほんまは。うまくいけたら、なしでもいきたいぐらいなんですけどね。風雲機は、どこ行ったの？おしっこかな？温かい液体を出しに行ったのかな？玉木浩二さん、歌に対する愛情は、ああ、言うよね、それ。表現力がすごいって言って。柳田口の子、マジですか？結構好き、ほんま。下塗りが花瓶の上に金魚が舞ってるみたい。ん？あ、ほんまや。金魚色ですよね、これ。確かに確かに。ちょうちん相手は柳田口相手。嘘やん、嫌いなん？嫌いなんや。もういいか。はい。ちょっと半乾きですけどね、気をつけながら。今度は、書いてるかな？上の方を書いておいたらいいじゃない？花じゃない。葉っぱのところ。一回乾かしてからね。大丈夫？もう一回水引いて、混ざってしまったら嫌なので、二段階に分けて、葉っぱのところ塗っていこうかな。葉っぱも明るい色ですね。この明るい色は、黄色と緑を混ぜて作った方がいいですね。よし。時間あるんかな、これ。自分の心を満たすことで余裕が生まれるからいいだし、余裕がないと相手に分かってしまう。そうそう、だから結構ね、人にイライラする人とか、嫉妬とかね、なんで私ってこんな、なんか嫌な人間なんやろって思うことなくって、それは自分には余裕がないからで、もし自分が充足感生まれたら、他人にも優しくできたりね、することも多いらしいですよ。でも自分ありきですよね。パーマネントイエローライトと、サップグリーンしようかな。サップグリーン、ちょっとね、黄身がね、強いので、そういう時はね、このフーカスグリーンを僕よく使って。これも透明感がね、すごくあるグリーンで好きなんですよね。こんな感じの色かな。これを入れていきます。これはね、2段階でやっていかんと、濁ってしまったと思うよな。赤と黄色、ほんま濁りやすいので、これも色面で捉えながら、葉っぱの部分を入れていきます。まず何でも明るいところからですね。こんな感じかな。で、フーカスグリーン多めにとって、こっちのパレットにしかないんかな。ペインズグレーを混ぜて濃い、深緑っていうのかな。透明感のあるやつでやりたいんですけど、深緑を、この葉っぱを避けつつ、葉っぱじゃないわ。花を避けつつ、ちょっと空間に塗っていきますね。下書きがね、この段階でまだ生きてるので、大きく画面捉えて、画面じゃない、色目で捉えてやっていきましょうか。ちゃんと喋れてない。この花瓶の中は青っぽいな。プタロブルイエローシェード。これを、花瓶の中を描いていきます。ちょっと滲んでた方がいいんじゃない？花瓶っぽくて。たっぷりで描いていきますね。でね、このちょっとね、ガラスのところは少し今残しておきましょうか。よし。ほらほら、そっち行くやろ。この黄身がね、ブワーッと広がりすぎるのすごい嫌なので、ちょっと取っときますね。花の形シャープに出てほしい。これ一緒くたにやってしまうとね、すごい汚い、混ざった色になってしまうと思うので、ちょっと気をつけながら。一遍乾かしましょうか。
よし。まあ、全体を捉える作業ですね。ライフ、ライブが。この人は下に塗るけど物足りなくて、透明に塗り重ねてしまう。ああ、だから塗り重ねるのが、塗り重ねて表現するタイプなんですね、エミさんってね。それはそれでいいんですよね。全体で強い色を目指してしまう。そうそう。画材って、本当に、その人に合ったものを使う方がいいと思うんですよ。スーパーお金持ちになるから、いいですね。スーパーお金持ちで聞いたことあるなって思ったら、土地亀、そうなん？え、スーパーお金持ち言ってた？りょうさんが？どこまで見たっけ？マステチーピーがコロコロ、あ、絶対あり得る話ですね。お酒飲んだら痒くない。あ、そうなんや。それは怖いね。66人、何を見てくださってるんですか？ありがとうございます。ごめんなさい、なかなか進まずに。嬉しいな、でも。あらららさ、エリア、ねえ、エリー豆美味しそうやね。スーパーお金持ちになったら、ハーバーカステル、アルブレイトビーラー、200ミリポット。なんかでもちょっと、あらららさん、スーパーお金持ちの割にはですよね。それ小金持ちぐらいでも買えますやん、それ。昔も都会からもらったアクアン呼んだって見たけど、あ、そうなの、ワイングラスないと無理とか言うから、泣きんで買ってやるって。まあ、無理なことないけどね。確かになんかコップでは飲みたくないよね、ワインってね。あ、ユンさんこんばんは、お越しやすです。戦隊戦士サンデットユンさん。こんばんは。サバカステル高さ、高いですよ。なんかランクがあるんですよね、あれね。あ、お風呂行ってらっしゃい。行ったかな、もう、ケイスケさん。お腹すいたおやつくれ。いつもお母さんが出てるんです。ここでちょっとゆっくり、ちゃんと乾かしますね。飾り屋内の涙は前に動画で中森愛ちゃんとたまってる。あ、すごないですか、それ。コラボったの見たら結構リクス聞いてました。すげえ。すごい3人。そして強すぎるでしょ、それ。アティナちゃん、ちょっとかわいそう。ちゃんと歌えたかな。コインギーから最終的に行ってくるところが見えて、あ、ありがとうございます、コージさん。うまくいくかどうかわかんないですけどね。ちょっと見といてください。僕ね、今回はね、花より先にね、このガラスの方を仕上げてみようかなと思って。じゃ、時間あるんかな？何で今？ 1 時間やってるよね。あと1時間か。30% あったのに充電、あ、充電器出したのに突然パラパラパラって。なんでなんで落ち込んだ風合いに16個になった。え、それもう、買い取っちゃいますスマホ。大丈夫ですか充電器パッパッ。吉田蘭さんこんばんは。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。これからちょっとね、書き込んでいこうかなと思ってるんですけど。ありがとうございます。もう、し充実した毎日にしたいから、思考を、思考を変える訓練。そうやね。思考が大事だよね、一番。あ、日付けずかぶさんこんばんは。情熱の8回はそうなんですよ。そうやってるうちにまたいっぱい下がったから、また YouTube 消した。え？スマホの寿命でしょ、それ。大丈夫ですか？何が起こってるんだ。こっち亀で、レイプを狙うスーパーお金持ちの音とかいた。あ、そうやったっけ？そんなあったっけ？じゃあ歌版もあり、ヒット曲満載。歌版？なんかやってるのかな？充電されるスピードで減るスピードの方が。あ、なんかそれね、聞いたことあります。なんか調べて、何やったかな？なんかそれ対処法あったような気がするんです。ごめんなさい、うるさかったですね。ファーバーカステルの水彩色鉛筆は、あ、そうなんや。僕のやつは何やったっけ？水彩、僕のやつもね、ファーバーカステルやと思うんですけど、なんかね、いろいろあるんです、あれ、種類が。スーパーお金持ち響きがおもろいですよね。ファーバーカステルの水彩色鉛筆、近所のスーパーに、スーパー？びっくり、他の学童向きのばっかり。なんでスーパーにファーバーカステル？そんなんあんまないですよね、スーパーに。ガラスがどんな表現な、そうです。でもガラスのとこからやっていこうかなと思ってます。
バラが咲いたバラ。古くなってってるよ。かわいい色。ありがとうございます。ちょっとこっからね、やっていきますよ。バッグなんか、こんな感じでもいいかなと思って。もっと僕濃くしてるんですけど、なんかね、薄く使ってる人の書き方がすごいいいなと思って、最近。こんなんでもええんかもな。じゃあ、ガラス書いていきます。これがね、難しいんですよ。まずね、ガラスの白いとこリフティングで出しましょうか。で、大きく塗っていかんとダメなので、この紙はね、ほんまリフティングしやすいですよ。ほら、めっちゃ抜けるので、白さを出しつつね。こういうとこめっちゃ抜けるでしょ、ほら。この輝きが大事やね。じゃあ、今度も、色を混ぜつつ、こうやって残ってるやつも使います、僕は。もう感覚なんで、僕だから何色を混ぜてとかあまり考えたことなくて、感覚で塗っていきます。この、一番大事なのは濃いところを見つけて描いていくことですね。こことか茎が曲がって入ってるので、ちょっと茎塗り残しつつ、割と細かい作業になるので、この辺から僕は日本画用の筆に持ち帰ることが多いです。ちょっとこうにじましてみたい。バックグラウンドですね、こうやって。このね、絵の具独特の、水彩絵の具独特のにじみが面白かったりするんで。ちょっとこう、水たっぷり使ってやっていきます。ちょっと黄みがかってるのかな。ここで水がね、溜まってるから、ちょっとここ避けて塗りますね。あくまで中に入ってるので、ちょっとなんかぼやけた風にしときたいですね。ここも茎があるので、塗り残しつつ。アップにした方がいいんかな。ちょっとね、このね、アプリでどうやってアップするかちょっと分かってなくて。ちょっとやってみようか。一回やれたんやけどな。ちょっとやってみる？いらんことせん方がいいかな。こうか。あ、こうやな。はいはい。ちょっとアップにしてみましたよ。アップやけど、ちょっと明るさがさ、オートにしとく。暗くないのか大丈夫？ちょっと、明るくしようか。ああ、すげえ！こうやって明るくできるんや。こんなもんかな？スーパーお金持ちの方が楽しいですよね。そりゃそうや。充電器がある。なんかね、そうそう、なんか調べてみてください。それね、僕も一回なんか、いつやったかなったことあって、なんかがね、悪さしてたんやな、確か。違ったかな。アンドロイドですか、それ。ちなみに。アンドロイド良くなったんじゃなかったかな。塗り残しで表してますよ。茎があるんですよ、ここにね。その茎をよく見つつ、また、色を変えて、水の中の茎描いていきますね。ちょっとなんかこう、水の中やから、歪んで見えてるところもありますよね。どう？やっぱり左上に出てるから、比べやすいでしょ？誰も言ってくれへんなと思って。比べやすいよね。やってよかったですよね、これ。どう？いつ誰か言ってくれんのかなと思って待ってたんですけど。あんま誰も言ってくれへんなと。ちょっと悲しかったんです。そうなんや、毎回僕がね、参考にしてる画像をちょっと見せなあかんから、大変やったんです。で、このね、クッキーのね、切ったところが若干ね、赤いので、あー、ちょっと違うな。こういう感じの色かな。ちょっと赤に緑入れて濁らせて。
こういう感じの色を、ちょんちょんとこう、色入れたりして。こんな感じかな。しょっちゅう差し込み口、俺って今は純正じゃないからかな。さっきから一般の知らせが数秒ごとに、それなんか端子が巻かんのかな、もしかしたら。あ、メダカ屋さんこんばんは。お越しやすです。ありがとうございます。間に合った。ありがとうございます。スーパーお金持ちになったら、親に、20万スーパーお金持ちやね。なかなかすごいですね、毎月20万。それはスーパーと言っても過言じゃない。まあ、どう仕上がるか想像つか、そうですよね。ちょっと、急ぎましょうか。透明水彩マジック、そうですね。透明水彩ならではの良さもありますよね。家の柱をまっすぐにして離れの基礎が違う。現実的。難しそうな絵描いて。そうですね。確かに。難しいかもしれません、水は。ファーバー、青缶、緑缶使ってみたいけど、バラ売りしてないのかな。あ、そうなんや。高いですよね。あ、緑が一番いいんだったっけ。このままの下塗りから金魚描きたい。金魚しかも頭にないという。今度金魚描きますね、水彩で。お金なさすぎて葬式行かなかったことあった。あー、わかる。でもお金じゃなくて気持ちだって言っても定裁なくて。いや、あのね、本当田舎は特になんですけど、香典倒れという言葉がありまして、もうね、相次いでっていうこともあるじゃないですか、やっぱり。そうするとね、もうほんま無理なんですよ。だって、1000円2000円の話しちゃうでしょ。もうほんまあれ大変ですよね。だからほんまもう、最近はね、家族層が多かったり、するんですよね。だって無理やもん、ほんま。いつやったかな、うちもね、近所でやってなするときが、ほんまにもう、相次いで、バタバタと、って言ったらあれやけど、亡くなってはるから。倒れてはってね。大変な時あったな。ほんまでも無理になってきますよね。気持ちとか言ってもやっぱそういうわけにいかんしな。で、この塗り残したところにね、ちょっとね、グレーを入れてあげるんですね。これでガラスが一気に出ると思うんですよ。岩崎千尋と竹下のイメージ。ああ、いいですね。どっちも好きですよ、僕も。いいよ。何言ったっけ、僕。アップいい感じ。ありがとうございます。比べやす。やさすいです。ありがとうございます。写真より絵の方が、ありがとうございます。嬉しいな。間違えたら比べやすいです。大丈夫ですよ。言わされたからそんなことなんですよね、やっぱりね。自分発信の、言い方じゃないからそんな風になってしまうな。ごめんなさい、僕のせいです。今度はね、グレー、ちょっと塗ってみますね。どうしようかな。これはね、ちょっと青っぽいのも欲しいから、フタルブルーを混ぜようか。フタルブルーと、割とね、このペインズグレーってちょっと、前からっていうか、元から、青っぽいんですけどね。ちょっと青を加えて、さらに青っぽくしてみました。これで、このね、濃いところをぼかしながらね、ガラスって、影じゃない、なんていう屈折でね、すごく対比がつくんですよね。ここをうまく拾ってってあげると、ガラスっぽくなるんですけど、これ非常に難しくて失敗したら、あかんねんな。ここら辺とかちょっと。茶色も入れようか。くっきり入れるところと、ぼやかしているところと分けて。ここら辺とかはちょっと水で。ちょっと泣くような感じにして。この屈折を描きたいんですよ。あれですよ。東大の、ね、デッサンの入試とかしようと思ったら、ガラスとアクリルとプラスチックの書き分けもできんとあかんって言ってね。あるんですよ。これはまだまだアクリルやなとか。アクリルの方が、ガラスよりも、くっきり、シャープな
対比が出るんですよ。ガラスはね、ちょっとなんかね、やっぱりこう、歪むんですね、この影の部分。影じゃないねんけどな、この屈折で濃く見える部分。ガラスの方がこう歪んで見えるんです。アクリル描くときの方が難しいんちゃうかな。ガラスって。ガラスじゃないか、このこういう透明のものを描くとき。これをね、透明に見せるのは難しいです。確かに。ちょっとぼかしながら、こういうところ。水の量も大事ですね。水の量。また、大きな目で見て。微妙な薄さなので、そこをね、うまく拾っていきながら。まあ、一気に濃くしてしまうと、それもおかしく見えるんです。水で遊びながら塗っていきたいですね、こうやって。大先生の顔も見たい。承知さんか。ありがとうございます。隣見てるからかもしれない。もうちょい参考があってもらえると。あ、そっかそっか。わかりました。ありがとうございます。そういう、意見は嬉しいです。ちょっと待ってくださいね。大丈夫かな？これで。よいしょ。どうですかね？こんな感じで。どないでしょう？こういうことできるからね、やっぱね、パソコンっていいんですよね。どうですか？見やすいですか？僕側から見てるとね、わかんないですよ、ちょっと。どんな風に見えてるか。僕結構割と大きいモニターで見てるので、それ気づかなかったな。途中から参加になっても左上に写真、そうでしょ、ありがとうございます。もう、それ言ってくださったら嬉しいです。結構待ってて。家を保たないとそうやね。わし、秘密基地があるけど。スッチさんの顔を見ると、きっと見ない。マジですか？リンゴループになったことあるの。ああ、あるある。あるよね。たまにでもね、無理させるとなるよね。別に顔見なくてもいいよ。この流れでそれ言える、コメさんすごい。あ、アコさんごめんね、ありがとうございます。嬉しいです。どうなった口だけみたいって何おかしいやろな、口だけワイプで映っとったら。気持ち悪いわ。何やこの配信者ってな、初めて行った人。使っちゃったあっという間に髪の中に反応されるから。あ、見えます？そんな風に。ありがとうございます。いっぱい行った。喜びの。あ、そうや、アコさんね、どこ行かれたんやろ。探さないけど。位置情報と照明は電気。あー、そうですね。確かに。照明もね、明るすぎたよね。探さないでくれた、明日帰るけど。あ、見やすくなりました。よかったよかった。実は、ショーチンからやるまで元画像に。マジですか？すや、ちょっと。前もそんなこと言ってましたよね。あ、だいぶわかりやすい。あ、よかったよかった。よかったです。透明の色はないです。そうなんですよ。周りの色。そう。ほんとそうなんですよ。周りの影響の色なんですよね。あ、東大歌僕。うせえ。そう、東京芸大ね。そうそうそう。口フェッチ。あ、モンガさんこんばんは、お越しやすです。ありがとうございます。今日は口だけ、今日は目だけ。いらんわ、そんな気持ちある。スパチャしたらチータに500円。マジですか？オンにしようかな、スパチャ。そうね、オンにしたらくれへんねやろ。あ、トメ見ますわ、よかった。ここからね、もうちょっとやっていくんですけどね。あ、昆虫人気さん、どうもどうもお越しやすいです。いつもありがとう。いや、こちらこそです。ありがとうございます。もうね、素敵な画像もいただいてね、ちょっとあれ紹介したいんですよ。また週末楽しみにしててくださいね。ありがとう。びっくりした、僕、あれ見て。ほんまびっくりした。結構ね、ほんといろんなお便りいただいてね、ありがとうございます、皆さん。あの企画は、皆さんのご依頼の元に成り立ってますからね。ほんとに。なんかプララン手帳は差し上げられませんけども、本当に。企画は、
皆様の親の元に成り立ってますから。皆さんの投稿あってのもんやからね、ありがたいです。ちょっと絵が進まへんから、ちょっとペースアップしようか。このね、水のところね。こんな感じかな。鍵をね、探してね、書いていくとね、割と、ぽくなると思います。よし。ちょっとここら辺にしといて言うと、後で手加えて様子見ながらしようか。花も描いていきたいです。バランスですからね、これもね。花描かんとわからんこともあるし。ちょっとここだけ。微妙なこの明暗の違いなのかな、ガラス。そこが難しいですね。一気にだから濃い色をつけてしまうとダメになるので、考えながらやってください、ね。こんなもんかな。あと何分や。あと、やばいな、30分ぐらいで花仕上げなあかん。1時間っていう設定は無理があったかな。よっしゃ。ちょっと花に移りましょうか。どうしようかな。一回ちょっとまた引きに戻すか。あ、間違えた。これ明るさや。これやな。あ、違う。これ。どのような感じになってるでしょ。なんとなく。まだこれね、最後にガツンとした色乗っけてないので、まだね、若干淡いですけど、もうちょっと濃くするつもりです。じゃあ次、花描いていきますね。これはね、ぼかし筆と、ぼかし筆っていうか水筆か、水だけ含ませた筆と、色ついた筆同時に使って、ぼやかしながら描いていきますね。元が大きくなったら、あ、よかった。ジュースさん、ありがとうございます。言ってくださって。今日はすね毛だけ。いらんわ。おかしいやろな、急に来た人。いつもの人はええけどやな。本当にマジですか。ありがとうございます。もうお前、オンにしようかな。今日は眉毛だけ。これしかない配信。ほんまやね。確かに。独特の配信ではある。なんか別のアプリが、同期した。あ、そんなんもあるんかな、悪さしてね、なんかで。トラーン手帳欲しいな、マジですか。作ろうかな。イエスの枕、それ違うでしょ。番組ちゃうでしょ。特別に後で人中を見てる。特別って何やねん。今日は20、なんで20分開始。いや、ちょっとなんか戸惑ってたから、多めに撮っといたんですよ。ほんまちゃんできたんですけど、なんか僕の配信が見つからなくて、なんか知らんけど。チータにおやつ買ってあげる。あ、買いますやん。そんな当たり前じゃないですか、小林さん。怪しい。じゃあ描いていきますね。どうしようかな。花描く前に、葉っぱのとこ描いていこうか。花の形は、葉っぱで決まっていくので、この場合。下にある葉っぱから描いていきましょう。今度は、濃い。ちょっと青っぽい葉っぱよね、これ。だから、これは、フタロウじゃないわ。何やったっけ、フーカスグリーンと、もういつも名前忘れる。ペンズグレー。これ混ぜて、少しこう、エメラルドが濃くなった緑で、ような緑で、描いていきますか。これもぼかす水筆と色塗る筆。これたまにね、逆になってしまうんですけどね、いつからか。濃いところを描いていきますね。ここをがっつり濃く描いてあげることで、花の形を出します。たっぷり塗りましょうね、たっぷり。ここで怖がって絵の具をね、薄く塗ってしまうとね、汚くなるんですよね、なんかこの塗り跡が。この、緑じゃないわ、水じゃない。なんて言ったらいいの？絵の具のこの水分が、たっぷりこうある感じが、水彩画の美しいところなので、塗りっぱなしやとこう、
硬くなるなっていう時は水腕でこう流しながら、この奥まったところとか、ネガティブの形ですね、これ。ここで花の形も描いてくる感じで。だいろんなこと考えてるんですね。僕、アホみたいな僕も、やっぱ考えるとこは考えてるんですよ。もうね、CPU 使用率 100% ですけどね。ここを描くということは手前に葉っぱがあるしっていうことも考えながら、塗り残しの技法でね、描いていきます。だからね、絵描くって頭良くないとできないですよね。同時にいろんなこと、チータン切ったん。チータンが切ったんかいな。なあ。チータンどう？チータン今日はチーカメないからな。チーカメをね、所望する声が多かったよ。なあ。チータン、うろうろするからかな、でもな。定点にして取れるんやったらチーカメしてもええけど。なあ。チータンが見たんやって。ああ、ちょっとやめて。それやめて。ネシネシすんねん。なんとなく左上と比べていただいてわかりますかね。濃いところだけ拾ってってます、今のところ。中間色って非常に難しいので、そこを見るのは難しいです。この段階では。だから、一番濃く見えるところを先に決めていくんですよ。そうすると、中間も後で入れれるようになるので、とりあえずこの段階では僕はですけど、濃いところを拾っていきます。まあ人によるかもしれません、これは。濃いところを拾いつつ。こう手前にあるもんとかも出していくっていう感じですかね。なあ、チータな。ちょっと色味も変わってるな、ここら辺。少し朱入れてみますか。反対色入れると、濁るので、ちょっと濁らした色で。ちょっとここら辺は変わってるな。よし。で、少し色を濃すぎたなっていう時は、こうバックラインしておいてあげたりすると面白いですね。もうちょっと細かく分割していくか。これも奥の色やな。色味の変化が難しいですね。チーピ、ほったらあかん、そんな僕の布団。チータン、おらへんの。にゃやんない。にゃやんない。ほったらあかん。すぐ悪さするやろ、そうやって。だから部屋入れたんがいいの。チータン、おらへん。言い訳しに来た。言い訳しに来たやな、あんた。見えへん、見えへん。口臭い？口によっての臭い。もう邪魔。よし。こんな感じかな。これ手前の葉っぱですね。手前の葉っぱをこう塗り残すようにしてみたい。これはまだあってもいいよな。あ、コメント見てなかった。この色合いのスイートピー。あ、この色合いするスイートピーみたい。ほんまやね。こんなんあるよね。綺麗な色。元気が出るような色ですね。ガラスのカットもない花瓶って書くの案外難しい。ガラスのカットもない花瓶。あー、カッティングがないだ。そうですね。そうなんですよ。意外とシンプルなガラスって一番難しいですね。なんか臭いなって思ったらお尻にうんちついた。うそやん。大丈夫？
とっとたけた。バラっぽくない。そうやね。あんまガラスを書き込むとバラも書き込まない。そう。だからバランスが難しいですね。まあ、バラ言うてもか。ちょっと恥ずかしい。あ、リキューさんともともお越しやすい。ただいま投稿、あ、投稿ありがとうございます。遅いよ、リキュー。ほんまに。宿題してきた赤ちゃんと。ありがとうございます。来ていただいて。スパチャどうやってあげるんだろう、カードか。スパチャはね、なんかね、クレジットカードからできるんやったかな。僕も知らんねんやけど、まず僕オンにしてないので、僕にはできないですけどね。バケツ持ってろうか、ほんまに立ってなさい。ほんまに。雪かきや、リキューさん。いい感じの色合い。あ、ありがとうございます。色合いが？ん？ちいちゃん。私絵描くの苦手だと思った。ん？どういうこと？プラランスケブがいい。あ、プラランスケブね。なるほど。当たるみたいな。ちいたん。元カノに隠れる地域。暴れるから難しい。大丈夫？陰影で形を。だそうですね。そんな感じですね。タイムラグ嘘やん。ほんま？ここ俺チーター。飛んで一緒に寝てるんや。めっちゃ寝てるよ。だずっと寝てるもん、僕と。寝てるっていうか、僕のとこにずっとおるもん、チーター。呼んでるから来たら、そうやね。僕もひどい。最口してから。廊下で出されながら視聴中、ジー、フランセで受けてる罰が昭和初期すぎる。ほんまやな。今、そんなんしたら問題になる。この布団、女の匂いがする。せえへんせえへん。キドさん、それ違います。絶対せえへんから。1ミクロンたりともないわ、粒子。女の粒子がないわ、まず。ふふふ。影だからその透明感がアップ。そうですね、おしゃべりしながら書く。あ、いやいや、ありがとうございます。もう、おしゃべりが過ぎて、なかなか書けなくなってね、最近。ありがとうございます。確かに、平成の今、廊下に出されて、そうですね。もう、ダメですね、そんな人ね。僕らの時はまだあったけどね、立っときなさいは。バケツはなかったですけど、立っときなさいはありましたよ。あとなんかね、よくわからんし、なんていうかな、罰でね、違うクラスに入れられるっていうのがあったで。あれが一番嫌やってん、僕。なんかその、人の輪に入るの苦手やったし、あれが一番嫌いな罰で、幼稚園の時もあったな、それ。なんなんやろ、あの人。なんか、知らんクラスに勝手に入れられる。わけわからない。一回乾かそうかな。滲んで欲しくなるんで、一回乾かします。淡い感じでまとまりそうですね、今日は。クジラのタッタ揚げ。それも古い。レッドカードないのある突然スパチャできる。マジですか？ウケよ。え？どうやって来るんですか、それって。突然できるようになるんですか？ん？こって何かを隠す地域。何隠したんや？地域のもんか、僕のもんか。これでコマちゃんに避けられた。え？何なんで？なんとか美術の時間間に合いました。間に合ってね。ちょっとね、乾かします。乾くの遅いな、この髪な、ほんま。これで、バラをね、いよいよ描いて、でね、ちょっと淡くまとめようかな、今回。なんか、この感じでも割と、雰囲気良くないですか？本当はもっとね、僕は濃くするタイプなんですけど、なんかこれはこれでええ感じがして、最近ね、なんか、淡くね、まとめて、しっかり、なんやろな、持ってくとこは持ってくみたいなね、絵描かれてる方がすごい好きで、真似したいなぁと、いろいろ見てるんですけどね。ちょっとそんな風になったらええな、今日。じゃあ、花を描いていきますよ。給食でクジラの竜田揚げ食べたくないから、あ、僕らの頃も、もうなかったですね、クジラは。なかった。僕も食べたことないな、クジラの竜田その中からゲーゲーした草の塊見つかって、あーもうやめてそれ。いやもうほんまマジ話ですからね、それ。猫あるあるすぎて。踏んだことも何回もありましたね、素足で。じゃあ、竜田揚げで食べる。あ、あるある。うん。ベーコンとか竜田揚げとかね。あ、お尻拭いたからさ、やってもうてんのにな。
給食には間に合った。あ、これね、あの、ホワイトワトソンという紙を使ってます。結構だから白いし、あの、乾きが遅いので、初心者の方はすごくいい紙やと思います。ただ僕はね、もう、待ってないし、パッパパッパ塗っていきたい方なので、ちょっと遅いな。でも、綺麗ですね、この絵の具の広がりとか。じゃあまた、パーマネントイエローライトに、これは、カドミウムレッドディープでしたっけ？これを混ぜて、少し強い色を作って。わぁ、ちょっとどうしようかなぁ。この、オペラもちょっと入れてみようか？ちょっとだけやけど。この鮮やかさ出すの難しいと思うよな。じゃあ塗っていきます。バラなので、花びらがね、多層構造になってますけど。あ、また間違ってる。こっちで色塗ってる。もうこれようやんねんな。どっちがわからんなんねんて。おっきな形を見て、塗っていきます。奥にあるものを描いていって、手前を浮き上がらせるという方法です。今の段階で薄く感じても大丈夫です。あの、後で、そのね、塗り残したとこに色が入るので、そこは気にしなくていいと思います。ところどころぼかしながらやっていきますね。あ！切れた！ちょっと待って。ちょっと待って。いけた？あ、いけたいけた。あー、もうやめて。びっくりした。そうや、忘れてた。解除しておく忘れてた。僕ね、このね、夜になったらね、なんか、なんていうの？もうスマホやめましょうみたいなやつがね、働くんですよ。どうやって止めるのか分からへんから。ずっとそのままなんですけどね。びっくりするやん。これで濃いところ描いていきます。これも影を見ていく作業ですね。あ、ごめんなさい、皆さんごめんなさい。びっくりしたよね。ここら辺ってもう刺して濃いところないのかな。ここら辺とか濃くしてみようか。やったら、さっとこう水でやってあげると、色の広がりが綺麗ですよね。ここら辺も濃いかな。よし。だから、段階で言うたら、割とほんまに最後ですよね、この鼻の形出していくのって。最初なんて本当に塊でやってってたんですけど、ここへ来て初めて、バラの形を描いていってます。形っていうか影っていうか、もうちょっと赤っぽいな、ここら辺。よし。ここら辺とかはこういうな。最初のブワーっとにじました。この、にじみが鼻の柔らかさを出してますよね。こんな感じかな。ちょっと反射で見えにくいかもしれませんけど、ごめんなさい。この赤の色はね、濁りやすいのよ。何分今？あー、やばい！結構時間が迫ってきているやん。
そしてもおしゃべりが楽しすぎてね、いつも後半めっちゃ焦るねん。めちゃめちゃ焦んねん。こんな感じかな。塗りっぱなしじゃなくて、本当にグラデーションかかってるとことか、素早くこう水で入れてあげると。クッキー残ってしまいすぎるとね、透明水彩の良さがなくなってしまいますしね。こんな感じかな。よし、ちょっと一遍乾かそうかな。ちょっとコメント見つつ。あとこれ乾かしてね、細かいところ書いて終わろうかなと思ってます。わあ、めっちゃコメントくださってる。チーズの挟み揚げありました。美味しそうですね、それも。めちゃめちゃ美味しそうです、挟み揚げ。ホワイトワトソンさん、そうなんですよ。米飯給食が始まった。米飯っていうのかな？バオホンとどう違う？あのね、バオホンはもっとね、素早く吸収するので、割と色も深くなりやすいし、乾きが早いし、まずね、塗った感覚が違いますね、一番。これね、割とぬめっとするっていうか、割と、ちょっと時間経った後でもこうやって広げたりできるんですよ。絵の具を。もう、コットン 100% の紙は、じわーっともう吸い込んでしまうので、後での修正ってしにくいですね。しにくいって聞くと、じゃあこうやってね、後で遊びがある方がええやんってなると思うんですけど、それは本当に好みの問題で、なんて言うんだろうな。絵の具がこう、混ざり合いやすい。分、濁りやすいっていうこともあるし、このホワイトアートソンがね。なんて言ったらいいんやろな。筆跡も単調になりやすいですね。かすれがあんま出ない。なんかね、独特のかすれがあるんですよ。コットン 100% の紙って。それがないですね、あんまり。クジラが出たことない。僕がち、小学校高学年の頃に名古屋で米の給食が始まった。あ、そうなんや。米って、そっか、僕らの頃は普通に米とパン、割と半々でありましたけどね。昔ってなかったんですね、全く。チーズの挟み揚げ、美味しそうですね。ハトソン君です。はい。でも大丈夫お米さん。眠たかった、寝てね。ソフト麺、先割れスプーン、あった、懐かしい。コッペパンの揚げパンありました。ありましたね。チッピ怖いよ飲むよちょっと怖い怖い。にゃーじゃなくて。めっちゃ怖い。おまみさんこんばんは、こしやすです。再びありがとうございます。ようやるようやる、水腕のつもり。そうなんです。声入れるとき絶望。やりますよね、水腕やと思って。いつの間に変わったって思いますよね。バオホンくんが人気が出すぎてあんまなんです。マジですか？嘘や。それめっちゃ怖いねんけど、僕、また買おうかなって思ってたんです。マジか、でもね、僕、今の中ではね、バオホンが一番、コットン 100% の中では、安くて手に入りやすいかなと思ってます。ビビさん、とうとう盛りが来て、あ、マジですか、初めてで戸惑ってます。そっかそっか。ビビちゃんって、男の子でしたっけ？もう、去勢否認はした方がいいんでしょうね。うちもね、もう今年は行こうと思ってます。かわいそうなので。大変ですよね。いろんなとこにおしっこじゃない、マーキングとかすると思うので、気をつけてくださいね。気をつけようがないんですけど、ほんと早くね、病院行ってね、処置受けた方がいいと思います。うちもいろんなとこかけられたもん。ソフト麺懐かしそうですね。美味しかったですね、ソフト麺。今日一日は解除っていうのはある。ん？今日一日は解除？あ、そうそう、なんかそれしてるんですよ。でも、もうこれ、なんか、アプリごとにできるでしょ？設定しないって。それちょっと やろうかなっていつも思うねんけど。めんどくさくてやってないな。クジラにチーズ挟んで、ああ、美味しそう。美味しそうやな。給食費って昔払ってたけど、あ、払うでしょ、今も。
払ってない、ないとこもあるかな、あの、補助金みたいなのが出ててね。市区町村によって。うん。あ、そうですよね、ケイスケさんね。うん、ないとこもあるって聞いた。ソフト麺美味しかったですよね。77人って何？あ、見てくださってる方がってこと？そんな見てく、ありがとうございます。お腹がすまなく言ってごめんなさい。ほんまごめんなさい。コップの透明感、ハーナビア。あ、ありがとうございます。モカマタリさん、嬉しいです。今日は少しさらっとした感じの仕上がり。そうですね。はい。ちょっとそんな感じでしてみようかなと。濁りやすい。そう、ほんとそうですよね。わかります？赤の濁りやすさ。レアな画像。え？何何？すごい、ありがとうございます。赤の駅、ありがとうございます。ほんま金魚色ですよね、ほんまに。ガラスの透明感。あ、ありがとうございます。もうちょっとね、こっこいとこを締めたらもっと良くなると思うので、やっていこうと思います。これでもう仕上げですね、あとはね。元画像は結構重たい感じ。そうですね。確かに。もうちょっと影入れてやっていこうかなとは思ってるんですけど。正しい雰囲気、ありがとうございます。日本の写真のバラの色あんまり好きじゃないし、落ちんの絵の色の方が。そうやね。僕もあんまりね、黄色系好きじゃないんですよね、本当は。たまたま今日は選びましたけどね。こういう風に花の形を描けるといつもやつる花の、花って難しいですね。僕もちょっと練習してるんですけど、なんか、なんていうの、きっちり描こうとしたらダメなんかなと最近思ってるんですよ。もうほんと影のとこだけ描いていくというか。ショチンさんの描く絵は優しいから、ありがとうございます。心が出てるんでしょうね、やっぱりね。ビューティフルレッド、ありがとうございます、エミさん。本当は薄いままの色の方が好きだった。まあね、そういうのもありですよね。もう色の描き方があるので、今回は割と写真に近づけて描いてみようかな。混ざりそうで怖い。そう、ほんまに。九州が島ってわかめご飯。わかめご飯懐かしい。美味しかったですね。結構人気高かったですよ、うちでわかめご飯。簡易的なバラなんとか描くべき、実物や写真見てるのは違う花みたいな。バラって難しいですよね。完璧な形なので。火薬ご飯って火薬ご飯だと思う。あ、火薬ね。なんであれ火薬？火薬って何なんでしょうね、あの火薬。なんか聞いたことある気もするねんけど。あ、ビビ、女の子ちゃん。じゃあもう絶対避妊した方がいいんですよね。寿命も伸びますし、絶対行った方がいいんですよ。一緒に行きましょう、今春。チーピーと一緒に。僕動画あげますからね、チーピーの避妊。避妊動画ってどんなんやね。行きますぜ、みたいな動画ね。ちょっと怖いんですよ、でも。まあ大事だと思うんですけどね。やっぱり手術なのでね。ちょっと心配やな。給食でグリーンピースご飯に、ありましたね。私は好きでしたが、嫌いな子もいて、そうなんや。結構好きでしたよ。残ってることもありました。おったかな、でも嫌いな子。結構いたかな。結構いた気もします。僕好きでしたけどね。バオホン君、注文したけど未だに届かない。ね、長いんですよ、あれは。確か中国本土から来てるんじゃなかったかな。めっちゃ長いんですよ。大丈夫ですよ。届きますので。あまりにも長かったらね、言った方がいいかもしれませんけど。大丈夫です。チーター肉球楽観あり、ほんま、たまにされますからね、マジで。ふみちゃん可愛いですよね、ほんまに。あ、ミルメイク僕んとこ出んかったな。ミルメイクはなくてなかったです。あ、ゆりキャンプさんこんばんは。お越しやすいです。ありがとうございます。実際の花を目の前にして描いてると少しずつ視点が動いて位置関係を動かして、なりますよね。そう、写真やったらできるんですけど、だからそれがね、写真と実物の違いなんですよね。写真うまく描けても、実物を描けない人がいるのは視点なんですよ。難しい。特に風景とか難しいですよね。切り取らなあかんし。わかめご飯、これは広島にある三島食品が用で作ったものでしたが、給食で食べたのが懐かしく、一般にも売ってほしいと言われ、スーパーでも見る。そうなんですね。あれじゃあ、わかめだけ入れてるわけじゃない？なんか秘伝の味付けがあるんですかね。確かに美味しかったですもんね。しょっちんは心が優しい。でもせんでもわかるよ、それは。こういうとこは優しくないよな。ゆりちゃんのあくび可愛かった。可愛いですね、ゆりちゃん。ミルメイクなんて、製造元名古屋だけあった。あ、そっか。名古屋なかったんですか、ミルメイク。名古屋発祥でしたっけ？なんか前もおっしゃってましたよね。そして、小中の強制も、強制してもええけどな。正直いらんもんな。強制する必要がない。そうとも言うな。確かに。でも、あってもいらんもんやしな。なんかしんどいじゃないですか、もう。そんなに振り回されるの。もうだってこの先、僕ね、そんなことないんですし。
なくてもええんかもな。考えようによっては。ほんまほんま。乾燥野菜なんとかのやつ。火薬、え？あ、そうなんですか？火薬って乾燥野菜、乾燥野菜、クッキング。ちゃうな、何やろな。クって何やろ。あ、そうなんや。お前スコアからあげます。なんかすごい都市伝説感が、都市伝説集がするんですけど、大丈夫ですか？ミルメイクもソフト麺も出んか。マジですか？僕のとこはね、ソフト麺は出ました。ミルメイクはなかったけど。給食で好きだったのは揚げパン。今、ああ、美味しかったです。あれ、口の中、周りベトベトなんですよね。揚げパンでなかったから、こうやって。ああ、そうなんや。え、なになに？振り回すほど長いのかって何？どういうこと？どういうこと？なになに？振り回されるのもやで。違う、そういうね、そういうのに振り回されるのもしんどいって言ったんですよ。何ですか、振り回すほど長いのかって。ちょっと詳しく教えてもらいます、それ。どういう意味なのか。全く僕意味わかんないですよ。ウブなので。どういうこと？振り回すほど長いのか。ちょうちんあってもなくてもか。めちゃくちゃ言うな、みんな、ほんとに。じゃあ、書いていきます。さらに濃いとこ書いていきますね。今度は、何やったっけ？もういつも忘れる。ペインズグレー。ペインズグレーもかなり多めにして、ちょっと緑感じるぐらいの色で、濃いとこ書いていきます。この影でもフィニッシュみたいな感じで。これで一気にまた、立体感出ますね。これで、一番濃いところ。こうやってだから濃いところを、じゅんぐり描いていけば、変な絵にはならんとは思うんですけどね。ほんまにこのハーフトーンっていうか、微妙な影が難しいんですよ。濃い子もないし、薄くもないし、みたいな。そこを最初から拾っていこうとすると、本当に難しいので、もう、いっちゃん濃いところを見つける。例えばこの画像やったら、あ、指刺されへんのか、その、ね。ここ、こういうとこ。ここが一番濃いですよね。ここを濃くしたり、すると。じゅんぐりそういうことやってって、徐々にハーフトーンを割り出していったら、大丈夫やと思います。もうね、ハーフトーンは見ないことです、最初。一番濃いとこ、一番薄いところを見つける。これがポイントかな。僕が書くときのですけどね。どういう風に書かれるのかな。僕も全部独学なので、わかんないところあるんですけど。まあ書き方ですよね。それ難しいって方ももちろんいるやろし、ちょっとずつやっていきたいっていう人もいるやろし。よいしょ。ちょっとグラスをね、少し。もうちょっと、立体感出したいので、そこと。こういうとこもね。ここはハーフトーンですよね。だからこれ濃いところを描いたからこそ、こういうとこが見えてくるようになるんですよね。グラスのところは、ちょっと葉っぱが透けつつ、グラスじゃない、花瓶か。残してあげると、手前に透明なものがある感じが。透明じゃないわ。ガラスがある感じがしますね。よし。そろそろ終わりたいけどね。このな、あれやな。葉っぱが、手前にある感じがせえへんから。ここは塗りましょうね。これはね、手前に飛び出てきてるんですよ、この葉っぱだけ。怖い？揚げパンもなかった。マジですか？何食べてたんですか？じゃあ。あ！
カズさん、どうもどうもお久しぶりです。カズヒロさん。お久しぶりです。ちょっと見てて、ありがとうございます。最近ツイキャスの遅れの人のところ入り浸りなんて思って、これ、んで、あ、全然大丈夫ですよ。もう遅れの人に浮気していただいてね。可愛い子なんですか動画と行き、ありがとうございます。嬉しいです。最近大丈夫。大丈夫ですか、さっきの見た、そらあかんわ。それはもう、同情のしようがないわ。今ちょっと、ね、大丈夫ですかって言おうと思ったら、それはもう自業自得ですね。まあね、お酒もね、飲みすぎは良くないですね。ちょっと飲むぐらいやったら体にもいいんですけどね。気をつけてくださいね、本当に。うちのはっちゃんさんも大丈夫なのかなと思う。今日はっちゃんさん来てないな、そういえばね。たまに来てくれるんですけど。飲みすぎ、ほんまちょっと心配よ。ちょっと飲むぐらいだったら全然いいんですけどね。ありがとうございます。小賃から、賃切れた。小。お腹空いてきた、マジですか？なんでお腹空いてきた？あ、揚げパンの話か。美味しかったですね、揚げパンね。ショーマン。ショーマンさん。誰？ガラス、ガラスの花瓶の表現も、あ、ありがとうございます。もうちょっとね、濃いところやって、重さも出そうかなと思ってます。はい。そうですね、影がポイントですね、本当に。はい。やばい、ちょっと時間ない。こっから一気に仕上げるぞ。こういうところも仕上げて、いきます。ハーフトーンのとこですね。葉っぱが来てるな、これ。ここもそうかな。なんか、本当に何でもそうかもしれませんけどね。大雑把なところから形捉えていって、徐々に細かいところをこうやって塗っていったりすると、不自然にない、不自然じゃない形になる、なるかなと。噛んでるわ。細かいところから入ってしまうと混乱しますからね。あとはリフティングとかも使って、茎も、色入れていきますか。こことかね、もっとね、黄緑なんですよ。だから少し濃いブラシで、ちょっと取ってあげて。めっちゃ抜けるでしょ、これ。ほら。これでガラス感も出るよね、この、白く光ってるところとか、こう、取ってあげて、抜くと。ちーたんあかんよ。悪さしたあかん。ちーたん出たいんかな？ちーたん出たいん？ほんま、ちょっと待って。ショックな、焦ってんねやろ。もう終わらなあかんからな。ショックは焦ってるんやで。ちょっと待ってな。はいはい。出たんやな。はいはいはい、はい。はい、出してあげよう。はいはい。はい。どうぞ。よし。じゃあ最後締めて終わりますよ。バラの花どうするかな？もうちょっと色入れる？実際はそんな色ないんやけどね。もう、こういうとことかでも薄すぎるから、塗り残したところ、一か八か埋めてみるか。薄い色でもいいので。もうちょっと時間あったらね、もうちょっと濃い影の部分も、もうちょっと細かく描いていきたかったんですけどね。時間ないからね。こんな感じでやめとくか。ちょっとえらくらないか。実際、皆さんにどんな風に見えてんのやろ？こんなもんか？あ、いやいやいや、難しい、これ。こんなもんなんかな？僕が見てる画面。暗い感じしたね。うわ、武器だ！楽天カードマン出た。やめて。いいんですやないねん。びっくりした。ごめんなさい。楽天カードマンが出てしまいました。これね、スマホをカメラにしてるんですよ。ウェブカメラにする。アプリ入れてるんですけど。たまにそうやってね、設定いじったらね。ちーたんまた来たんかいな。来たん。たまに設定いじったら、楽天カードマンが出るよね。な、ちーたんな。
見えへんち。もうちょっと書き込みたかったな、ほんまね、考えながら。ちょっと時間ないわ。後ろに見えてる茎とか書いていきます。後ろじゃないわ。このピヨーンって出てるとこ。色抜いたところに色も入れれるので。チビちょっとやめて。こういう感じでね。じゃあ、ガラスにちょっと強い影とか入れて、影じゃないな、その対比の部分入れて割りたいと思います。花はもうちょっとやりたかったけどな。ごめんなさいね、中途半端な感じ。ガラスの強さ出していきますね。もうちょっとここ、あれやな。色濃いね。今回ガッシュ使わんとこうかなと思ったんやけど、ちょっとだけ入れてみる。あんまガッシュ僕使いたくないんですけど、ね、またケフィア女が現れるし、ガッシュ使ったら。ケフィア女まだ見てんのかな、僕の配信。多分一回しか来てない、一回来ただけの人やと思うんですけどね。知らん人もいるでしょうけどね。すっごい嫌な言い方されたんですよ。ガッシュで水面をかけるみたいな動画出した時にね。ケフィアって潰れたよな、ほんでな。違ったっけ？こうやってね、ガッシュで上から白で塗ることでも、マスキング液とか使わずに、塗り残しとか使わずに、水面の光を荒らすことができるんですよっていう動画にですね。いいえ、私は見えません。なんと見え、どういう風に見えるかと問われれば、誰も問うてへんちゅうな。問われれば、ただガッシュが塗ってあるように見えただけです。でも、マスキングをちゃんと使ってやらないといけないんだなということが分かりました。ありがとうございますみたいなこと言ってきよってさ。ごっつ腹立つやろ、その言い方。別にいいんですよ。確かに僕の技術も止まってなかったし、そう思ったのはいいんですけど、その言い方がさ、ありがとうございますとかいいよ。ケフィア女ね、ほんまに。ちょっとイラっときたね。あんま僕コメントでイラっと来ないんですけど、ね、うん。あ、またちょっとコメント来てる。立体感ぼちぼち程度はこのように。そうですね。あまりキリッとつけん方がいいんかな。義塾文化が定着しているのは日本だけ。そうですね、確かに。向こうにしてたところ、海外の学校ってある。自前の弁当は大変ですね、でもね。あ、フリーサーバーはいいですね。個人指導、指導。でも親は大変だと。大変ですよね、確かに。フランスパンもあったんですか？え、そんなんなんかおしゃれ。栄養バランス悪くてもアメリカンでもジャンキーな気がする子供が好き。あー、好きでしょうね。ちょっと待って、コメント読むの仕上げてからにしようか。どんどん時間が押していく。今の時点でもちょっと押してるのね。2時間経ってしまった。濃いところをグッと入れて、あ、アップしますか。アップしたら楽天カードも出るかな。じゃあ、間違えた。もうすぐ間違える。ほい。よいしょ。一番濃く見えるところ。ちょっと僕も 元画像をアップにして。これを入れたらね、一気にね、ガラスっぽさ出ると思うんですね。よいしょ。まあ、本当はなんか、ハイライトのところとかもね、それこそケフィア女やないけど、先に、マスキングでやったらいいと思うんですけど、僕ね、マスキングやると、後でこう、リカバリーがしづらいじゃないですか。わかりますかね？例えば、ハイライトのとこここら辺やなと思って、しっかりデッサンして、まあ、丁寧にするんやな、だからそういう人ってデッサンをめちゃめちゃ時間かけて。僕割とアバウトでやってしまうので、そうするとね、
あとで、その、ハイライトの位置がおかしなことになってることがあって、抜いた時にね、そのマスキングを。ああ、もうちょっと下やったなとかいうのがようあるんですよ。だから僕はあえて、マスキングじゃないわ。マスキングか。マスキング液使って、やらないんですね。あれやってしまうとね、後でね、イライラするんだよ。もうちょっと下にしといたらよかった、みたいな。まあ、好みですよね、本当に。それぞれ。こういうとこも。ちょっとね、この花瓶割とね、主役、準主役みたいなとこあるので、割とちょっと細かめに書いておこうか、この花瓶。こんな感じか。いつもなら僕こうやってちまちま書かないんですけど、ちょっとここら辺は見せ場なのでね。ちょっとだけガッシュ入れようか。これガッシュ入れたらね、一気にね、ガラス感出ると思うんです。まあこの段階でもまあ割と、カラスっぽさ出てるかなと思うんですけど。花よな、問題。もうちょっと描きたかったな。この奥の茎とかはちょっと濃いなってるので。少し色見変えてあげたりして。で、なんかね、歪んでるんですね、この。屈折して見えてるから。この感じも出して。こんな感じかな。もうちょっと言うたらね、水がね、上やった。喫水線が。まあ、それも味や。アンティークや、アンティーク。アンティークの意味がわかる。適当やな。よし。じゃあ、ガッシュちょっとだけ入れて、花瓶は終わって、花をちょっと整えて終わろうか。ガッシュどこ入れようかな、でもそれにして。本当はもっとバッグをね、ちょっと入れようかなと思ったけど、これはこれでええかもな。なんか淡くした方が面白いかも。今回のね、その参考にしてる画像が割とね、影出てないんですよ。全く。全くと言っていいほど。ちょこっとだけなんかありますけどね。その感じになったし、ええかも。いらんことせんのがいいよな。じゃあ、ガッシュ取りました。これでね、どうですかね、ここら辺とか光ってません？ここら辺。乾いてんから乗らへんがちょっと。ここにちびっと入れるだけでね、ガラスの強さが出ると思うな。ここもかな。ちょっと神経質な描写ですけど、ね、よし。薄く下地の色が入ってるからね、割と白っぽく見えても髪の地が効いてくると思うんですよね、この白。何言ってるか分からん。ほんまはガッシュのこの技法って濃い下地があればあるほど目立つんですけど、あんま目立っても良くないしな、この目立ちすぎても。だからちょっと薄くバックの色も入ってるから、こんなぐらいの目立ち度合いでいいんじゃないかしら。光ってるとこね。まあ、ガッシュ入れるのすごく嫌がる人もいるので、あ、ちょっと乾いてないな。一回乾かすか。嫌な人は やらんでいいんですけど。2時間半予定になってしまう。
ごめんなさい。しゃべりが多すぎ。この水のラインがもうちょっと上でしたけど、この段階ではもう直せないので、無理に直そうとせずに書いていきます。何感じかな？あんまなんか美大生のデッサンみたいなのってよくないので、これぐらいにしとこうか。はい。これで、花をね、ちょっとね、リフティングかけようかな、やっぱり。あんま好きじゃないんですけどね。ちょっと重たいわ。あと、影をもうちょっと濃くするのと、それしたら終わりたいと思います。もう、今度の影は黒。完全な黒。ペインズグレー単色です。これで、一番濃く見えるところ。くっきり描いていきます。ここも濃いですね。思いっきり濃くしとる。葉っぱの重なりによってね、影の濃さが違うので。あ、でもこれあんまりやりすぎたらダメですよね、その代わりね。完全に黒なので。これで奥行き出るな。花が重たくなってしまったな。よし、じゃあリフティングをかけていきますか。下地の白じゃないわ、白っぽいとこ出てくると思うので、こうやってやったら花の手前に来てる花びらを描くような感じで撮ってみようか。取れすぎねえな、これな。ちょっと。あ、ちょっとここは、形で撮っとかなあかん。中盤になったら焦るタイプ。やりすぎたらもう白くなくなるからね。リフティングも。もうちょっとその赤を奥の方ちょっと濃くしたいな。濁るかな。手前感が欲しいな、こっちの場合は。ねえ、ちょっと赤黒くなるよ。これが難しいな。鮮やかさはね、維持しないんですよ。だからあえてその最初にね、ぶわっとにじまして、雰囲気を出しといたんですけど、それでもやっぱ濁るよな、こうやって。描けば描くほど。赤しか使ってないんですよ、だって。ここら辺じゃリフティングして黄色入れようか、軽やかさ出すためにね。ちょっともう考えたね。こういう黄色欲しいところに、リューティングで抜いといて、黄色をドスンと入れたったらどうだ？後から色入れるのもね、割と有効な方法なんですよ。こうやって抜いたところに。あそこから1、2回の方がええかな。あんまり、なんかコネコネやってたら、この、せっかく1回で塗った時の絵の具の広がりは消えてしまうので、こんな感じにしといて、ちょっとね、黄色、ちょっと濁っとるな。黄色単色でもええぐらいかもな、これ。どうやろ。
単色じゃちょっとあれやな。ちょっとだけ、ちょっとオレンジ入れて、もうほぼほぼ黄色で、これを抜いたところに入れていきます。これちょっと軽やかさ復活してほしいな。どうかな？どうやろう？あんまこれ以上入れすぎたら怖くないですか？もうちょっとほんまは、バラの花びらの形をね、しっかり出したかったですけどね。時間もないこっちゃし、これでいいですか？なんとなく、でも、お分かりいただけたんじゃないかな、このプロセスは。ちょっと完全なもんにならなくて、ちょっと大変申し訳ないんですけど、ちょっと時間もありましてね。こんなもんでどうでしょうか。ちょっと気になるな。赤だけはね、ほんと難しいんですよ。ここら辺ちょっと塗ってみようか、思い切って手前に。よっしゃ、ちょっと乾かして様子見て終わりましょうか。もうちょっと鮮やかさ残したかったけどな。ちょっとね、グラスの重さが出てないね。でもこうやって重さ出していきます。鍵をちょっと強めに出してあげると重みが出ると思います。いやー、もうちょっと鮮やかに残したかったなー。残念やなー。まあ、これも僕の不足の致すところや。不足の、なんか違うな。修行が足りんことですね。はい。もうちょっとバック遊んでてもよかったかもしれないね。ほんま言うたらもう1割ぐらい書き詰めたいところですけど、もうこんな感じで埋めておきたいと思います。すいません、長い間。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。どうですかね。もうちょっと書きたかったけど、手前のバラとかもうちょっと説明が不足してるところあると思うから、あれやったけど、いかがですかね。なんとなく、ちょっとアップで見ていただこうか。最初のね、この、ぶわーっと滲んだところを残しつつバラの、影になってるな。ライトが見てないの。チーピーのせいや。こうね。この最初のにじみの広がり残したかったんですけど、これがね難しいんです。書き込んだ方がいいのか残してた方がいいのか、まあ許してください。はい、こんな感じです。はい、グラスもこんな感じですね。もうちょっと書き込めると思います、本来ならば。大丈夫ですかね。どんな風に見えてんやろう、スマホでとかパソコンで。
なんかね、僕のとこから見てるとね、モニターって暗いんですよ。1、2割。じゃあ、ちょっとコメント見て。どこかな。不自然じゃない焼酎って何不自然じゃない焼酎。ガラスのカット、ガラスの書き方が、ありがとうございます、中川さん。チータン手術したらプクプクなる。ああ、どうでしょうね。うちの前行ったピーチっていうのがね、割と手術してからプクプクになって、まあ、元からちっちゃい子ではなかったんですけど、結構プクプクなりましたからね、それで。どうなんでしょうね。手術すると太る子もいる、ホルモンバランスで。うん。最近女房にアクリル屋さん、やってますよね。素敵ですよ、カズさんの、カズヒロさんの。課題が難しすぎて難儀でした。花がきっかけはいるけど、難しいですよね。承知の見て、ああ、全然前出ますもん。なんか、参考になれば嬉しいです。アイドル猫登場しないんかい。男の人言わなくなると思います、それは。うん。消せないからメソ言うのか。そうなんですよ。怖いんですよ、ちょっと。あ、めっちゃコメントくれてる。どこからやん。なんかピャーってなったな。あれ？ん？どっからやろ？ちょっと今から雑談ですよ。じゃあ今からあれ顔写すか？写してみる？無理か。あれやな、線持っていてないわけ。無理やろ。いらんし、中をな。チーピーさえ出たらええでしょ。切った。チータン切った。うん。うちにいた子は手術したら寝てばっかり。やっぱ変わるよね、性格とか。変わるって言いますよね。穏やかになる子が多いんかな、でも。花瓶ガラスガス、ありがとうございます。もうちょっと、復帰させたかったですけどね。バックがもうちょっと濃く入ったら、手前に出たと思うんですけどね、グラスが。ここがね、僕、あれや、ちょっと触っていい？一個思ったのがね、そこに緑が来すぎとるのやな。ここリューティングかけたら割と良くなるんちゃう？ここに緑来すぎやね。ここはシャープに出といてほしい。はい。ちょっとしたことやけど。頑張れ。ありがとうございます。おっちゃんも体に気をつけてくださいね。ゆっくり休んでください。ありがとうございます。来ていただいて。小さい子だから麻酔が怖い。そうなんですよ。本当に。まあ、ちゃんとできてるでしょうけどね。それはね。考えて。うちのかかりつけの獣医さん、手術が上手な方で。そうなんですね。ちょっと遠すぎて紹介できない。確かに。そこ行くまでチーピーギャーギャー言うやろ。うちの子だった子は否認しても季節になると声が。マジですか？そうなのあります？うちのピーチもツララもなかったな、それ。そう、なる子もいるんかな。麻酔が怖いですね。家から始まるコメント聞いてやし、ほんまに。家から入る人ってなかなかいないじゃないですか。あれ、びっくりしたわ。私には見えません。どう見えるかと問われれば、ガッシュが塗ってあるように見えます。やかましいわ、ほんだら。根に持つなぁ。全然ええんで、ええねんで、別に。どんな人なんかなと思って気になる。時間なくて書き込みなかったし、宿題そうですね。ほんまに。そうしたいぐらい。ガッシュありですね、表現味。そうですね。もう本当に自由でいいと思うんですよ。ガッシュの表現素敵。ありがとうございます。次月カホさん。イラッときてるよ。なんか、いや、でもその時イラッときたけどね、なんか、ちょっとね、ネタにしたくなんねんな、いつも。面白ない。いい絵から言う人おらんやん。おもろいなと思って。どんな人だよなと思って。だし、続行の時間はいつも終わらなくて、いつもいなくて。僕もそうでした。納得いかなくてね。違うわ。僕はね、続行の時は違った。早く終わらしてました、逆に。めんどくさいので。で、ドッジボールできたんですよ。早く終わらしたら。だから、図画工作の時間とか、表でスケッチとか言われたら、もうね、空にするんですね。半分以上。そして早く描けるんですよ。バーって塗るだけやから。あんまね、僕、その時はこだわりなかったよ、前に。ガッシュは助け船だと思って。そうです、本当に。あんまり多用するとね、僕もちょっと、あんまガッシュベタベタ塗る人はあんま好きじゃないんですけどね。ちょっと入れるぐらいはいいと思うんですよ。ガザ使ってお店のセールでガッシュを
なんていうのこれ、CMYK、なんていうのこれ、買ったんです。そしたら、申し訳程度に買っておいたマット水彩は、むしろは断捨離対象でしょうか。ああ、どうなんですか、なんていうのこれ、ホルベインのこと違うな、CMKY 買ったんです。なんていうのこれ、なんていうのかがわからない。メーカーの名前かな。でも、桜マット水彩でも、ガッシュはガッシュなので、使えると思いますよ。うん。女の子特の病気にかかりにくい。そうそうそう。そうなんですよ。あと、なんかね、その、やっぱりホルモンの、なんか、高まりで、ストレス受けることがないので、長生きになるって言いますよね。水が入ってる感がよく、ありがとうございます。嬉しいです。もうちょっと、水の線、上やったらね、すごい気になる。ありがとうございます。ケビア女。うちから時々出ちゃう子だったか。あ、そっか。他の子は桜なかったけど。そっか。こう産んだものあっても、ああ、そっか。そんなのもあるんですかね。遊び団の女だと思ってなんで女やこう産んでから手術。あ、そうそうそう。ツラちゃんとピーチはそうでしたね。うん、ほぼ花瓶真横から見てるんですね。珍しいけど。そうですよね。確かにそう。ほんで花がこう平べったく見えるんですよね。日本の給食は戦後食料なんでアメリカから食料が供給され始まったような気がする。ああ、そっか。秋物雑貨、いだし、本人、私の母の世代は美味しくなかったという話。地域の粉ミルクの方が美味しかったと思います。確かに。美味しそうな匂いしてましたよ。地域の粉ミルク。飲んだんちゃうかったっけ？ちょっと美味しかったんじゃなかったっけ？なんか飲んだ気がするな。舐めてみようって言って。こう産むために中入れてくれ、入れてくれたのは中で買い始めた気が。あ、そっかそっか。そういうことなのか。中へ、そうか、安全なところで読み寄るからか、あの子だってね。もうちょっとした効果、ありがとうございます。ラッシュから。家の仕事させずに学ばせるのが義務教育の始まりで、バターを取った後の残り出し粉乳を営業目的で給食としてた。あ、なるほど。賢い岡巻さんも。出し粉乳家にある。ジェンダー問題ですが、やはり女の子の方が否認しておいた方がいいです。ああ、そうですよね。特にもう、動物はね、絶対そうですよね。猫飼いたい。いいですよ、猫飼うと。もう、QOL 上がりますよ。アッシュ丁寧なし、ありがとうございます。なります。ビビは外に出ないし、外が怖い。盛りもひどくなければ。あー、そうやな。でもまあ、なるんちゃいます、これから盛りひどく。自然の前にしてあげた。あー、そっかそっか。そういう考え方もありますよね。白はアクリルを使って思いっきり、あ、それもいいですね。アクリルの白の方が強く出ますね。こういう時、鍵を入れる時にまた目を細めて、細めてますね。なんでその僕の目の細めてる、細めてない気にするんですか。ホルベイン透明水彩の白も、あ、透明水彩の白はまたちょっと違うんですよ。あれはね、弱いですね。だからちょっとあれはあれの使い方であると思うんですよね。少し色を落としたり、トーンを弱めたい時とか混ぜて使ったりね。まあ、混ぜて使うとでも透明水彩の良さなくなるしな、あれ。微妙やな、あの透明水彩の仕様って。なら猫とかもみんな桜猫にしちゃうけど、そのうち日本には血統書付きしかいなくなれないって心配。血統書付きしか。ああ、雑種がいなくなるってことか。ああ、難しいもん。でもね、野良猫はでもちょっと増えすぎてるからな、ああいう活動して保護してくださってる方には感謝ですけどね。どうなんやろ。え、いつきよしのモノマネしてるみたい。その時ありました？ここはこうしてよいしょとか言ってた僕。どこで？でけへんし、そんな似てへんし、今の。どこでそんなタイミングあった目を、目を染めてか。あ、そうかそうか、それや、それや、それや。透明水産の城の存在意義を初めの頃通っても、ね、あれわからないですよね。意味わかんないですよね、透明やのに。仕上げに水彩絵の具の石は使ったことない。あ、そうなんですね。でも、割と使いによってはいいですよ。浮遊感。ふむふむね。絵の具の石はクリーミーな色を作る。そうそうそう、そういう時もありますね。パステル調にしたり。ピンク作るのは白は使わずに薄い赤なのか。そうですね。透明水彩でピンク色のものを、例えばコスモスとかを描きたい時はオペラピンクを染めたりして。あ、混ぜたらね、不透明になるんですよね。透明水彩の良さがなくなってしまうんですよ。ちまちまがバラッとガラスの繊細な雰囲気を提示して、ありがとうございます、ギガさん。嬉しいです。もうちょっとちまちましたかったんですけどね。
ピンクとか作るときぐらいしか透明させない仕事とか。ああ、そうそう。でも混ぜたらでも不透明になるでしょ。うん、あれ難しいんですよ。イラストっぽい絵描くときは白を使うことあります。ああ、なんかピンクとか緑とか。そうそうそう。イラストになってしまうんですよね。混ぜると。確かに自分で描くときは透明させない白を使わない。染めちゃうパステルカラーを使うのが得意。僕もそうなんですよ。パステル苦手なんですよね。うん、そうそう、オペラピンクですね。命、そうそうそう。あれはもう唯一無二の色なんで。作れないんですよね、あの色は。うん、白色は全面を表してくれる色として扱っても。全面を表してくれる色。全面はどういうことやろ、光の感じか、とかかな。他の方の YouTube にコメントで、透明素材白い人で質問をします。あ、そうなんですね。視聴者の方が意見を返してくれるのを体験して、東松竹は答えておりますので、一緒に考えて、あ、そうでしょ、僕優しいでしょ、だから他の YouTuber の人と違うとね。いや、嬉しいんですよ、僕自身がコメントくださる。うん、ありがとうございます。僕も分からへんとこあるから一緒に考えたいって思いますしね、視聴者の方と。うん、だから教えてくださったらいいんですよ、ほんと僕間違ったことしたら。昨日の透明水彩色鉛筆なんてもう最たるもんで、僕全く使い方分かってないので、ちょっといっぱいコメントくださってたから後でゆっくりね、勉強させてもらおうと思うんですけど、僕がでも違ってることあって言ってくださいね。全然気にせずに。オペラヒピンクは魔法の色。そうですね、ほんまに。不透明は例えば陶器の白い花瓶に使う。ああ、なるほど。わざと不透明にするのか。まあ、使った結果、ええ感じになってたら何でもいいですね、でもね。考えたら。オペラさんがいなくなったら非常に困る。そう、オペラさん絶対います。もう絶対に。だから、そのオペラが入ってへんことに問題があるんですよ。ホルベインのセットってね。なんでやねんと。うん、ツララーモデルの中にはオペラピンクにする。ああ、そう、ほんとそう。絶対オペラ入れます、うん、めっちゃコメントくださってるのありがとうございます、皆さん。すごいです。ありがとうございます。こんにちは、ニッキーさん。絵の具買うとき、オペラピンクは必ず、そう、絶対あります。オペラピンクは。ショーチンも、柴崎さんも、あ、そうやね。あの方、紫っぽい絵になりますよね、なんでもね。あれも、なんか個性なんやな。あ、ケイコさん、お疲れ様でした。ありがとうございます。綺麗、嬉しいです。おやすみなさい。ありがとうございます。皆さん、パチパチありがとうございます。綺麗に画面見えてます。ありがとうございます。嬉しいです。よかった、よかった。もうちょっと描きたかったですけどね。ありがとうございます、皆さん。この絵は花よりも花瓶と花を描き方が一緒です。そうですね、確かに。花を取材にしたかったんですけど、もうちょっと、もうちょっと、最初段階なんかな、この赤色がね、ちょっと勉強しますわ。難しいんですよ。赤っぽい色って。どうもね、暗く沈んだようになりますよね。なんか何があるんやろ。あ、ありがとうございます。綺麗、お見事、ありがとうございます。素敵なバラ、ありがとうございます。温かみのあるバラ、ありがとうございます。嬉しいです。ホッケ食べてた人毛出てきたんだけど。それ、春花さんの人毛ちゃうの？それ元から入ってたやったら問題ですよ、それ。顔を出せ。てか、二次創作を書いて YouTuber さんにオリジナルみたいとコメントしたら、模写ではないと言われて、そういう意味はないねんけど、その人のかっこいい二次創作みたいなと。え？二次創作を書いて YouTuber さんにオリジナルみたいとコメントしたら、模写ではないと。え、どういうことや？それ勘違いしてるね。え？どういうことやの？あ、そっかそっか。元の、オリジナルって元のっていうこともあるのね。そういうことか。確かに。もう一回言ってみたらいいじゃないですか。一時操作で。書けないかもしれないですけどね。もしかしたら。ええって何？ギガさん、ええって何？こうやって書くとこ見てると書きたくなって書き始めるけど、結局書けない。なのであー、難しいですね。あんなって。僕も得意ではないです。決して。なんだ、自分のかな、最初からついてたら、焼いた時に燃えるはずだし。ああ、そうか。タンパク臭がしますよね、独特の。なんか気持ち悪いな、そんな思ったら。昨日のツイッターのハッシュタグに猫の日の猫マークつらちゃん見て、ねえ、あれ僕思いました。めっちゃつらちゃんですよね、三毛猫で。ちょ、泣きそうになりましたね、と。つらちゃん、こういう。ありがとうございます。もうそう、リクさんが思ってくださるのが嬉しいです。僕のとこの猫やのにね。会ったこともないのに愛してくださってありがとうございます。ちょっちが長くとなんかファンシー、ファンシーマジですか？ファンシーって何ですか？どういう意味でしたっけ？僕ね、分かれ、カジュアルとかファンシーとかたまに分かれ、どういう意味なの？ファンシーって。ファンシー。バイタリティとかね。生命感がバイタリティ。横文字やめてください。横文字禁止。呪われてんのかな？
ファンシー。そこの時は結構いい出来なのに気に入らなくてもう一枚描く、もう一本作るってお願いして時間が足りる。すごいですね。もうその時から相当なこだわりがあったんですね。僕全くなかったな。買った菓子は三原色と白と黒。あ、三原色から作っていく感じですか。難しいですけどね、でもね。理論上あらゆる色作れますけど、めんどくさいですよ、茶色とか作るの。いっぱい混ぜるなんか。次の授業も彫刻を折り続ける子。ああ、いました、いました、そんな子ね。僕も彫刻はでもなんかね、結構やった気がする。あれは維持になったな。チータやめて。自慢心出ちゃって顔に薬多めいので、大丈夫ですか間に合ってこと、森美さん大丈夫ですか。なんでや、自慢心はストレスかな、昨日サンシャイン池崎さんの猫アカウント YouTube で生配信してるスパチャの収益は全部保護猫活動にチャリチーしてます。自治会の話で110万くらい集まってます。すごいな。絶対やってないやろ、それ。ジャスティース言うて懐に入れとるで。どこが正義やねん、みたいなね。あ、優しいですね。なんか彼は優しいですね。なんかあの番組でね、僕も動物のやつやったからなんか見ててね、僕サンシャイン池崎さんのことについて全く知らなくて、思んない人やなと思ってたんですけど。ええ人ですね。素晴らしい。あ、森部さんありがとうございます。ちょ、すごいな。1時間で110万集まんねん。僕もやろうかな、ちゃんと。ラジオ250円。あ、すごい。でもその250円もちゃんとね、保護猫費に。だってね、保護猫活動ってめっちゃ金いるんですよ、本当に。めちゃめちゃいるんですよ。何がいるって、まあもうご飯代とかもいるんですけど、手術したり、ワクチン打たしたりね。めちゃめちゃいるんですよね。僕のフォロワーさん、フォローしてる。あ、また切れた。もう、えって、ちょっと待ってな。まあ、ええけどな、もう。呼んでるだけやから。そうそう、フォロワーさんにもいるんですけどね。めちゃめちゃ大変っすよ。ヒロさん、スパチャとかして、僕もしたことないですね。やりたかったんやけど、ラジーさん。ヒガさん、ありがとうございます。赤身は少し切れると。ほんまか。森さん、ちょっと心配ですね。早く寝てくださいね。うん。私もすごかった。スパチャすごかった。へぇ。二揃いの。あ、そっか。猫にかけて。かな。昨日初めてスパチャした。どうやってするんですか？教えてください。僕やれ。やったことないねんけど、なんか、クレジットカードに紐付けんのかな？ケースの変わり目だから、薬毎日飲んでいて出るもん。あ、薬でか。そんなもんあるの。暇な猫チャンネルさん。ショーチンさん、僕は誰でしょう？それは暇な猫チャンネルさんでしょ？それは。どういうこと？どういうこと？ありがとうございます。来ていただいて。え、もしかしてアカウント名書いたりしました？え？誰やろ？どうなったやろ？暇な猫チャンネルさん。猫チャンネルさん、猫チャンネルさん。誰ですか？教えてください。ちょっと怖い。めっちゃ怖いねんけど、誰？すごい怖い、そんな言われたら。大丈夫かな？すごいドキドキしてきた、なんかしら。サンシャイン池崎さん見たことある。マジですか？え？生で見たことあるってこと？まあ、でもそんな羨ましくないかな。そんな羨ましくなかった。早くに向かってもね、ほんまね、マスク生活だから顔が、あ、ほんまですよね。確かに確かに。バッシュ12食単食外食かと思ったのに大きい中食。あ、そう、それで前おっしゃってたんか。確かにガッシュって大きいのしかないな。ないよな、オールベインは特に。他のやつあるんかな、ウィンザーのニュートンとかってあるんやろか。確かにオールベインはガッシュは大きいのしかなかった。なんかサンシャインさんは信用できる人して、ああ、僕もわかります。なんかアホみたいなこと言ってますけどね。サンシャイン池崎さん、実家立て直しして、あ、そうなんや。あ、そうなん？ふんふん言ってるわ、承知なの。クランなんとか、ん？危ないんでしょ。クランなんとか。え？何や、クランなんとか。何やろ。クランなんとか。森部さんもちょっとあれやな、主語がない。プラン9は違う。それは長いし。え、一本の長い手前、マジですか？大神さん、大丈夫ですか？強いんやね、大神さん。あっちゃん。え？あ、違うでしょ、あっちゃんと。猫ちゃんねるさんでしょ？あ、ケイスケさん、ありがとうございました。おやすみなさい。また来てくださいね。あ、たやきくんさんかな？お前、最近来てないもんね。たやきし、ありゆう。
びっくりさせてごめんなさいね。あ、昆虫日記さん、サブチャンネルさん。あ、そっかそっか。え、猫ちゃん飼ってらっしゃるの？あの、昆虫日記だけど、昆虫動画ないってどういうことなんですか、そして。昆虫飼ってらっしゃるんじゃないですか？びっくりした、誰かと思って。最近、マッチ絵の具にハマってます。ブルーベインのオペラピンク、セピア、ホリゾンブルー、ペイントブレをプラスして。あ、ちょっとね、じゃマッチも買います。それ、どこで買えないの？アマゾン売ってましたっけ？僕、三原色セットが欲しかったんですけど、三原色ないんですよね、アマゾン。夢画材やったかな、いうとこあるんですけどね。ちょっとまたね、マッチに出る機会があればね、マッチって。あの、マッチ、マッチ、マッチ。あの、出る機会があったら買ってこようかなと思って。うん。寄付金集めるサイト？ん？え？あ、クラファンか。クランなんとか。クラファンね。クラウドファンディングね。危なくないですよ、全然。うん。まあ、危ないのもあります、確かに。うん。そこも見極めが難しいんですけど。でもね、ちゃんとなってるんですよ。あの、目標金額いかなかったら、キャッシュオーバー、いや、なんちゅうの、元金額返ってきますし、セキュリティちゃんとしてるとこでやったら全然大丈夫です。うん。昆虫さんが王ちゃんの裏表赤って言われたし、王ちゃんって何でしたっけ？裏表赤？いや、表の裏赤か。表の裏赤って何ですか？後ろの正面みたいな。どういうこと？どういうこと？表の裏。詐欺が多いっていうか、あー、まあ、でも今は対策されてますけどね、だいぶ。対策って。対策はあかん、ややこしい。うん、夢画材は三原色。あ、そうやんね。夢画材が売ってるのか、やっぱり。裏の裏は表です。そうですよね。裏の裏は表ですね。アマゾンで売ってる。マジですか？三原色セット。マジですか？あるんかな？僕見たときなかったんですよ。え、そしたら買おうかな。このミルク教の宇宙人だし。僕宇宙人なの。ガラ屋さんに行きたいのに平日は到着時間が。閉店時間、ああ、そっか。それ歯がゆいですね。プラモックも言ってたわ。地元のプラモ屋がいつも仕事上がり閉まってるって言ってぼやいてたわ。プラモックどうしたよな、そういうの。全然なんか、ツイッターにも現れへんかったな。仕事忙しいやんか。はい、というわけでね、今日も長い間会えてました。ごめん。めっちゃ喋ってしまいました。こんな感じになりました。何あ、そうやそうやそうや、あれせなのかな、ガチャね。ガチャっていうか。もうちょっと比べましょうか、こうやって。よいしょ。こんな感じでね。ちょっと待って。どうですかね。なんとなく僕の書き方分かっていただけたかな。こんな感じになりました。あ、間違えた。このね、ちょっとこれこっち持ってこう。ね、このオレンジの明るさをね出すのがね、もうちょっと最初に黄色をね、黄色をかけといて、あんまりこのね。赤いところ、塗らん方が良かったね。明度がね、全然これ、足りてない。うん。ちょっと失敗やったな。まあ、こんな感じでした。また、練習して上手くなります。ガッチャ。ヤフーニュースに載ってた？あー、詐欺やったやつが。あー、そうですね。4つしかない。4つしかないんかい。4月から昆虫動画出して、あ、そうなんですか。名前決まんないんですね。でもそれでいいんじゃないですか、昆虫日記だけど。あ、でもそれあかんか。昆虫動画ないよ、言うたらあかんな。昆虫日記って、そっか、でも割と、あれかな。ベタかな。もっとなんか、インパクトある方がええんかな。でもなんか、有名な YouTuber さんほどなんかしょうもない名前になったりしてるよね。だから何でもいいんちゃいます？なんか愛着があれば。僕なんてだって、わざっか作ってないのにわざっかやつらなんて、未だに言うてるんですね。クラウドファンディング。そうらしいです。はい。ショチンが PC テク。そうでしょ？テクってでしょ？見てこれ。ほら、見て。これな？ちっちゃなんねん、ほら、これ。おっきなんの、これ。すごくない？僕。このトラックでね、このマウスの。しかも、これこっち持ってったらできんねん、ほら。素晴らしいよな。僕、天才なんちゃうかなと思って。バカにしてたよ、岡巻さん。すごいできる男に見えた。チーターないっていうね。めえめえ言うてるね。あ、モンガさんお疲れ様でした。ありがとうございます。動画のチャンネル名決まらないの分かりにくかし。あ、そうか、小川さんもあるんですよね。ちーちゃん出とく？ちょっと、じゃあ、ちょ、これちっちゃくしよう。ちーちゃん、ちーちゃん出たね。あ、ちょっと、ちーちゃん邪魔、ちょっと。ちーちゃんが邪魔なんじゃなかった。マウスが、ちょっといけへんかった。はい。ちーちゃんちょっとおいで。はいはいはい。
はい、ちいちゃん、はいはいはい。今日もありがとうございました、長い間。なんかこの、ウェブカメラで撮った方が綺麗な気がする、なんかそう。どうですか？ちいちゃんも割となんか、くっきり映ってる気がするな、ちいたん。ちいたん最近あれやな、悪さされてな、北海道貼っつけられてな。ちょうちんママがね、北海道貼っつけて仕事行くんですけど、仕事上がりに帰ってきたらね、ちいちゃんの背中にペタって貼っつけるんです。ちいちゃんが嫌がってね、サイって剥がすのよな。あれが可愛いってやってしまう。虐待やな、ちょっとしたら。でも可愛らしいな。な、ちいたん嫌やな。な、今日はじゃあ粉ミルク、言うのやめといてあげるな。昨日はおめでたい日やったしな。やめといてあげるわ、粉ミルク。な。カマキリ顔なのな、ここおた。もっと可愛いですよ、うちのちいたん。な、なあ、なあ。はい。本日もありがとうございました。じゃあ、最後にね、また。ちょっとごめんなさい、今日3時間ぐらいあったな。はい。これは、ね、僕がじゃあなんて説明したんやったっけな。ほんまは、僕が、西に参った時に回したら、一言は出てくるってやつやったんですけども、ちょっと変わりましてね、プラランファミリーみんなでやりましょいというものになってるんですけど、明日ね、みんなでこれを出てくることやりましょうと。そうすることで、つながりがまたより深まるんじゃないかと、見てくださっている方が。例えば、明日歯磨きの時に、何も出てけへんな、どうしよう。難しいな。意外と。明日歯磨きの時に、ちょいと塩を振ってみるとかね。やると、あ、今、ね、この、こっちは福岡やけど、北海道のあの人は一緒のことしてんのかなとかね、思えるんじゃないかという、承知のままなりのわけのわからん、あれです。はい、じゃあ、やってみます。じゃあ、行きますよ。確かにな、これ考えるの難しいな。うん、茶色の靴下持ってない。茶色の靴下僕もなかったですもんね。僕もなかった。茶色の靴下。人が持ってないっていう。最悪の。どういうこと？何だ？どういうことこれ？どういうこっちゃ？ちょっとよくわからへんね。ぶつかってもわへん。そういうことじゃなくて。はい、じゃあ、明日言うことはこれです。玄関出たら、右、左、右。どういうことこれ。あ、右、ああ、左、左右確認。そう。ああ、これ大事やね、でもね。右、左、右。でも、右、左、右見てるときにまた左来てそうな感じで、ね。僕いつもこれ、ね。じゃあ別にさ、車通らんとこでも。あ、通らんとこでも。玄関、扉出たら、閉めたら、右、左、右。わかりました。立ちくらみそうやな、大丈夫かな。うん、はい。そういうわけで。玄関出たら右左右。忘れて普通に。雪かきせなあいうの。僕玄関出ないんですけど、どうしたいですか？出ろ。はい、というわけで皆さん、本日もありがとうございました。周りには気をつけて、ね。出なあかんで、ね、雪かきせな、うん。雪かきしないです。なぜならば、お母様がしてくれるからです。なぜならば、もういいです。はい、というわけで本日もありがとうございました。また来てくださいね。あ、皆さんありがとうございます。いっぱいコメントくださって。はい。ん？ちいちゃんお気に入りの寝床にて視点カメラ仕掛けておいて、ちいちゃんが映れば明日はみんなラッキー。ああ、なるほどね。確かに確かに。でも大丈夫かな？怖いわ。汚いとこ映ってもらえんかな。明日3時間するとかって、それ紀藤さんの日常じゃないですか。あ、ごめんなさい。皆さんちょっと読まれへんな。いっぱいくださってありがとうございます。変化だったら、ね、やるほんま？ありがとうございます。交通教室で教わるやつ。最後確認大事ですね。はい。というわけで本日も長い間ありがとうございました。3時間近くやってしまいましたが。まあ、また、ちょっとでも参考になればありがたいですね。花の描き方やってみました。というわけで本日もありがとうございます。またお越しやすです。おやすみなさーい。にゃー。ちょっと待ってな。どうやって終わったんやろ、これ。パソコンのあり方わかれへんねんな。これやな。はい。ありがとうございました。皆さん、お疲れ様です。おやすみなさーい。